あ、来た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 。あ、はいはい。じゃあ、はい、大丈夫ですかね。来てます。はい。あ、皆さん見えてますかね。大丈夫ですかね。はい。はい、今、43人ですか。結構いらっしゃいますね。はい。いましたね。あ、この参加率かなりいいです。今日は高いです。はい。はい、じゃあちょっと、私、トキタの方から、ゼファーアルトスのロンガンナノへの移植ということで、まあ、40分ほどお話しさせていただこうかと思います。はい。はい、じゃあまずざっくり自己紹介。トキタと申します。某 F 社が勤務しております。この回の、オーガナイザーのやられている加藤さんからちょっと呼ばれて、こちらの方でちょっとお話しさせていただくことになりました。うん、昔は、ガラケー作っていました。最近は、まあ、カーナビとか、リラックスを動かすのが主なお仕事になっています。で、5年ぐらい前に、ここに挙げているキキャドのスライドを書いて、まあ、これが、大変お受けしてくれたので、こちらの方を読んでいただいたことがある方は、ひょっとしたらいらっしゃるのかなと思う、というのが一つあります。で、あとは、まあ、CQ 出版さんの方で、たまに書き物させていただいております。まあ、最近って言ってももう1年前ですけど、Python の、ネイティブ拡張の話をちょっとさせていただきました。で、まあ、メーカー界隈とか、まあ、実書店とか、あの辺をうろうろしているのでいうような感じでやっております。まあ、来年はちょっと NT 金沢に出し物に行きたいなというような感じで、活動をしております。はい、なるほど。はい、次行きます。はい。で、まあ、いろいろやってるよという感じですね。はい。で、まあ、本日のアウトラインとしまして、ゼファーアルトスとロンガンナノの、ざっくりとした説明をやって、まあ、移植何やんのって話をちょっと、しようかなと思います。で、移植のポイントということで、もうこの辺は、ベタベタに何をやってきたかって話をちょっと、おしゃべりさせていただこうかなと思ってます。で、まあ、固有の厄介事っていろいろあるんで、ちょっとそんな話も。で、学びというのはこれ、まあ、いわゆるまとめですね。まあ、そんなアウトラインでちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあまず、一番初めにゼファーアルトスとは何ぞ、ロンガナンとは何ぞ、GG32V とは何ぞってところからいきます。はい、ゼファーアルトスは、まず、Linux、まあ、K8S、Kubernetes とかをやってる、Linux Foundation が、作ってる組み込みのアルトスです。で、もともと Wind River さん、VXWorks 作ってるところですね。あちらさんが、作ってる、OS がオープンソース化されていたので、まあ、名門なんで、名門ということもありつつ、はわりかし OS ですね。で、まあ、Linux から Kconfig とかデバイスツリーとかいった、仕組みを借りてきていて、まあ、いろんなところが Linux っぽく見える、RTOS っていうような感じでもあります。で、最近では、BT を一生懸命やってる Nordic Semiconductor さんが、彼らの開発のメインの環境に SL というような形でがっつり開発を推進しているというような、背景があります。はい、次いきます。で、まあ、ざっくり、これは、オープンハブさんからちょっと借りてきたグラフで、まあ、一番と、見栄えがいいタイミングでちょっと聞いとってきたんで、ちょっと実態を反映してないところもあるのかもしれないですけど、まあ、順調に伸びていますと。で、ただ、海外のプレゼンスに比べると、実はちょっと国内ではちょっと地味かなっていうような印象は持ってます。まあ、ひょっとしたら今のうちに手をつけとくと、若干いい、マーケット的にいい思いができるかもしれません。まあ、ちょっとわかんないですけど。で、もともと IoT 向けという触れ込みで開発始まっているんですけど、最近は機能安全とか、まあ、IEC のやつですね。あるいは珍しい、車関係の人は非常にめんどくさいコーディング規約で知っていることがあると思うんですけど、まあ、そういった人によっては若干耳が痛くなるような話もいろいろ今取り組んでいるような形になっています。まあそういったところ入ってきてるんで、まあ国内の組み込み産業的にはもうちょっと、注目を浴びてもいいんじゃないかなというような、印象は持っています。確かに。で、豪華メンバーでお送りしていますという話で、まあ、Google さんや、Facebook 改めメタさんとか、あるいは NXP、Nordic、それからインテルといった、まあ、大口の半導体屋さんが入っていると。で、まあ、ちょっと今、ここにはちょっと画面を収めきれなかったんですけど、まあ、我らが RISC-V コンソーシアムさんなんかも、ここの、賛同者に名を連ねています。まあ、リスク関係でいうと、Sci-5 さんとか、がもうそうですね。インフィニオンさんなんかはパワー半導体のイメージですけど、まあ、あれですね、サイプレスさん買ったから、こちらの方に入ってきてる感じですかね。まあ、いろいろ、まあ、どっかで聞いたことあるようなっていうメンバーがいっぱい入られているという形です。で、もう一本の主役、ロンガンナノです。これは秋葉原の秋月電子さんで800円ぐらいで売っています。もう まさに発表タイトルの通りですね。まあ、おそらくはリスク5のチップとして、実際にチップを持っているものとしては最も入手性のいいものになろうかと思います。
で、まあ、中国の方ではいろいろこれ、この、某 S 社の、非常に流通しているARMのチップがあるんですけど、それのクローンというのがいくつか、いくつかというかたくさん作られていて、まあ、そのうちの一つが派生して、これになったという感じです。もともとARMだったんですけど、ARMのコアを、ディスク5に載せ替えたというような作りになっています。なので、ペリフィラルドとかが、実はARMの元ネタのチップと非常によく似ているというような作りになっていますね。で、まあ、はい。はい、あ、いえ、はい。ここ、STM32 のマイコンです、ね。はい、はい、はい。あえて伏せてますけど、はい、まあ、まあ、よくご存知の、あれですね。まあ、いえ、スライドだと書きにくくても、これ、喋るの、はい、はい。あ、はい、はい。はい、大丈夫なので。あ、なるほど、なるほど。はい、で、あと、まあ、ギガデバイスさんは、そうですね、最初 STM32 の GD32F なんとかとか、103とか113とか、後ろの方の、ピン、なんですか、型番覚えてみると、はい、STM32 の後ろ F なんとか11103とかと全く同じようなペリフェラルのチップを打ってて、あ、後ろの数字3行を見覚えがあると、あ、GD32 の後ろは大体どれを買うといいかっていうのが分かるっていうような感じ。そうですね、大体、クロック系統図とか見ると、どっかで見たことある図だなっていうのがいっぱい入ってますね。はいはいはい、で、そこで、出てきたのがこいつで、ARM の方の、もともと ARM の、IP も載ってたやつを、まあ、リスク5に乗っけ替えたと。で、これによって、ARM の、ライセンスフィーがなくなって、さらにお安くというような形になっていると。だから元々STM の32のやつでピンコンパチでリプレイスできて、かつソフトも書き換えちゃうんだったら、もうそれこそリスク5でも構わんやんみたいな、そんなノリで作ったチップなんじゃないかなっていうふうな印象を持っています。で、まあ、安くなった分、同じ程度 の開発ボードでも、カラーの LCD まで乗っかっているので、だいぶ、まあ、お買い得感はありますね。で、まあ、ペリフィラルが同じなので、普通に STM が入ってたところだと同じような使い方は代替できると、そういうアイテムです。だから、まあ、なんだか、比較的何でも使えるって感じですね、そういった意味では。はい。じゃあちょっとスライドはね、実はそこそこあって、ちょっと喋りきれるか自信もないので。時間、ですね、時間結構余裕があるんです、今日。ああ、そうですか。あ、はい、じゃあ適当に。はい、ものすごく余裕があるんです。うん、私の分は、削れてもいくらでも。ああ、なるほど。まあ。5分でも10分でも大丈夫ですし。わかりました。まあ、とはいえ、あと、はいはい。FPGA 開発日記さんも、今日は本の中身っていうのも、経験談をお話しする。形なので、うん、はい、はいはいはい、なるほど、はい、まあ、とはいえ一応規定時間はあるんで、規定時間で極力その形で、はい、そんなに気にしないで喋っていただいて、うん、まあ、そうですね、まあ、ちょっとあんまり無理に巻かないようにはしていきます。はい、はい、じゃあ、まあ、そんな感じで戻ります。はい、で、まあ、実はまあそういうクローンだなんだって言っても、一応なんかそれなりに評価されてるチップで、エンベデッドワールドっていうのが、まあ、ちょうど今ぐらいの時期でドイツでやってる、まあ、展示会があって、まあ、そこで、おととし一応ハードウェアの優勝っていうような形で、受賞歴があると。で、こちらの方に関しては日本のリスク5協会さんからも、アナウンスが出ていて、まあ、そういった紹介がされていると。だから、まあ、なんだかんだ言ってやっぱりそれなりに、ね、使えてるっていうようなところはあるのかなと思ってます。で、論眼なんでこんなことやったのかって話をちょこっとだけおしゃべりさせていただこうと思います。私がちょっとおととしの3月、ちょっと自己紹介にも書きましたけど、技術書店っていう技術書系の、同人誌即売会っていうのがありまして、こちらの方、この時はもうコロナ出てきてたんで、オンライン開催ってことだったんですけど、まあ、とりあえず、何も手ぶらで何もないっていうのもわけにもいかんだろうということで、ちょっと、直前になって、締め切り間際になってからネタ作りのために移植をやって、これで一筆書こうかなということで始めましたと。まあ、実際のところはこの時点でもほぼ L 地下ぐらいまで動いていて、まあ、実はほぼ完成したんですけど、まあ、いろいろめんどくさいなというふうにねぐってしまって、作成した怪文書だけ GitHub に上げてほったらかしにやっておきました。で、そこから1年経つと、1年後ぐらいして、去年ですね、去年の5月ぐらい、なぜかフランスの人がそれを見つけて、これをなんかフランス語に翻訳しながら読んでくれてたという経緯があって、まあ、この文章はちょっと昔あったんですけど、なんか再掲されてしまって、ちょっと紹介できないのが残念なんですけど、まあ、そんな
ことをやられている方がいらっしゃったということは、まあ、多分なんか必要としている人はいるんだろうなということがまあ分かったので、じゃあまあしょうがない、出すかと思って去年、ね、の5月ぐらいにパッチをと、プルリクを発行する形になりました。で、そこからスタモンダというか、だいぶ放置されたりとか、ボコボコにレビューされたりとか、まあ、そんなことをやりながら、去年の12月の年末に、アップストリームに無事マージが完了して、これが正式版としてゼファーの RTOS のバージョン 3.00 から入っている形になっています。はい。で、まあ、今回の話は、ここでやった時の話をざっくりとお話しさせていただくって形になる、なります。はい。じゃあ、ちょっと次、ここから、まあ、移植の本ちゃんの話ですね。ちょっと、わかりづらいところも多いかと思いますんで、まあ、ちょっと時間があるようでしたら、適当に、質問等々いただければ、回答できる範囲で、ちょっとお答えさせていただこうかと思います。はい、まずちょっと ざっくりゼファーの、CPU アーキーを追加するというのはどういうことかということで、まずちょっ と,、ソースフォルダの構成の観点からちょっと、見ていきたいと思います。ゼファーのソースフォルダ、ざっくりはまとめるとこんな感じになっていて、まあ、ゼファーのトップディレクトリの下に、アーキー、ボード、それから、まあ、ドライバー DTS、カーネル SOC、サブシステムって感じで、フォルダが並んでいますと。で、今回、まあ、SOC 対応の主となる部分、まあ、まさに CPU の, デバイスの部分として、うん、使っているのが、このアーキとボードと SOC というフォルダがありますと。まあ、順にアーキがあって、SOC があって、ボードっていう形で細分化されているという形になっています。で、SOC に追加するのは、まあ、とにかくそんなに頻繁には行わないです。なぜかっていうと、新しい SOC を開発しない限りは、ここに対して新規項目を作成する必要は全く発生しないからです。だから、基本的にはここに関しては SOC メーカーが普通はやるものなんですけど、まあ、ちょっと今回誰もやってなかったということで、ちょっと私がちょっとやって、パッチを投稿したんですけど、まあ、やっぱり知らなくて、何もコネクションないっていうと、なんかいろいろ心配されるっていうのは実際としてはあります。だから、エラったところの情報が回ってきづらいっていうことを多分気にされてるんだと思いますけど、まあ、そういったレイヤーの作業になります。で、ざっくり見ていきますと、上の方からアーキのディレクトリーですね。アーキのディレクトリーは、まあ、例えば、X86 とか ARM とか RISC-V とか、まあ、そういったフォルダーの、切り分けがされています。これは、名前の通り、CPU のアーキテクチャ、まあ、別の言い方すると、コンパイラーごとの共通のソースになっています。で、まあ、主なところとしては、まあ、割り込みの定義とか、それの処理とか、あるいは、コンテクストスイッチなんかも、実はここで、まとめて実装しています。で、まあ、もろもろそういった CPU 周りの処理がいくつか入っているというようなディレクトリです。で、コード量は実はそこまで多くない。ただし、ほぼ全部アセンブラー、そういった構成のフォルダーです。だから、まあ、一番重要なのはやっぱりコンテクストスイッチと割り込みですね。スケジューラーを回すための仕掛けがここに入っているという形になります。で、ここはさっきの SOC よりもさらに追加する頻度が少なくて、命令セットごと作らないと、CPU のアーキテクチャ設計する限りは、しない限りはここに追加する必要がないので、めったに増えないと書いたんですけど、最近ちょっとよく見てみたら、MIPS のアーキテクチャが最近増えていました。まあ、どうやらマイクロチップの PIC32 ですね、あちらを動かすんじゃないかなっていう雰囲気 で作られています。はい、で次が SOC の解説ですね。まあ、今回 主題になるかなと思います。例えば、さっきネタにされてた STM32 とか、あるいはノリリックさんの NRF の5152っていったような単位、具体的な IC の形を持っているか、あるいは RISC-V 周りだと、FPGA に焼き込むための IP コアみたいなやつが、ここの定義に相当します。で、まあ、大体ここは SOC 固有の、まあ、初期化処理や起動処理をやって、まあ、共通処理のところに、まあ、処理をつないでいくっていうところの、まあ、リレーの走者みたいなポジションになります。で、まあ、アーキーよりはだいぶ少ないですけど、まだね、固有の、ローレベルな機能はあるので、アセンブラー操作は残っているような形ですね。うん、で、ちょっと地味にめんどくさいのが、ここのレイヤーでリンカーの設定をやっています。大体、まあ、SOC ごとに、外部ペリフェラルとは、ね、リンカーは切り離して考えられるので、大体ここでリンカーの設定とかを作り込むような形になっています。
で、最後が坊主ですね。この階層ではもうすでにあの実装の C、あの .c とか .asm とかはほとんど出てきません。SOC の既存の定義とか、ドライバーを組み合わせて、だから要はあのいろんなものを組み合わせる定義を行って、開発ボードのコンフィギュレーションを行うっていうようなレイヤーです。で、まあ、リンカーの設定は、SOC でしたけど、デバッグの設定は、要は端子の、付け方とかもいろいろあるんで、ここのレイヤーでやるっていうような形ですね。で、まあ、大体、なんでこのレイヤーがあるかというと、ボードの、開発ボードに、むき出しにしてるピンが、違いがあるとか、あるいは、出てるピンに対して、何かしら別の、ペリフェラル、要はあの I2C のデバイスとかをつないでいる場合には、そこまで含めてボードを定義しているので、まあ、ここでそういったものを定義しているという形になっています。まあ、まあ、そういったわけで、開発ボードなんで比較的簡単に作れるものなんで、さっきの2つと比べると、まあ、変更の頻度は比較的高いレイヤーになるかなというふうに言えると思います。はい、今、チャット欄にコメントが入ってます。はい、すいません、ちょっと。喋ってる、ね。はい。はい。にぎやかしてる大福のアイコンのは私です。北海道から来ました、高橋と申します。よろしくお願いします。はい。はい、あ、どうもよろしくお願いします。ちょっと今読んでます。ありがとうございます。大変恐縮です。はい、そうですね。アルトストリー、略さ関係ないですね。はい。なるほど。はいはい。で、それから、そうですね。マイクロパイソンは、マイクロパイソン、なかなかちょっとこれ難しいところですね。あ、そうなんですね。ですね。いや、で、私が、私これ以外にも、あれ、あれ、ラズパイピコの、はい、SPI とかの、ポーティングをちょっと今、ゼファーの対応のやつ PR 出してるんですけど、はい、まあ、それやったときに、マイクロパイソンでも大体、あれ、ネットワークの機能あたりまでは、まあ、組み込んじゃっているんですね。だから、逆に言うと、マイクロパイソンでできるんだったら、あえてなんでゼファーを使うのかっていうところのクエスチョンがちょっと発生するかもしれない。ああ、なるほど。うん。だからゼファーいらねえじゃんっていう意味で、うん、どうだろうっていうところはちょっと出てくるかもしれない。ああ、そうなんですね。いや、はい、直近、私事なんですけども、STM で、はい、自動ドアロック作ろうかっていうちょっとサークルの話が持ち上がっていたので、はい、ちょっとそのあたり、はいはいはい、知見が欲しかったというところ。あ、なるほどなるほど、はい。ネットワークをガスガスやるんだったらゼファーは多分魅力的だと思います。マイクロパイソンでやるにしてもできるんだけど、ネットワークのスタックってっていうのがやっぱりそこを主眼に作られてない感じはするので、はい、ガスガスネットワークをやるんだったら多分ゼファーの方楽じゃないかなと私は考えています。あー、とても貴重な ご意見はいろいろお伺いしたいところです。ありがとうございます。はい、おそらくチャットの一番肝心なところは、勝弘さんの、最近の、はいですかね。はい。多分鈴木勝弘さん、私以外に先ほどのあれですね、SOC の下のリスク5 の、 下にでコミットを突っ込んでる、ね、日本人で、私よりも先にやられてて、多分私よりもこの話は詳しい方だと思うんで、いろいろ恐ろしい話なんですけど、まさに、この話は実はちょっと後で話させていただくかなと思っていて、まあプライビレッジって言って、これ、私もこれ大変疑問で、後で苦労した話はちょっとします。はい、じゃあ楽しみにしておきます。はい、すみません。私も楽しみにします。はい、そんな調子です。はい、じゃあちょっと話それましたけど、ちょっとまあ時間延長は皆さんちょっとこういう話なんで、こういう状況なんで覚悟してください。ありがとうございます。はい、はい、ということで、ざっくりどんな次、先ほども、構成の話、性的な構成の話をさせていただきました。じゃあ次、やろうとしているのがメインまでのざっくりとした流れをちょっと追っていこうかと思います。で、今回移植って言ってるのは大体メインが動けば大体基本動作としては大体 OK なんで、そこまでのところを基本的な移植ということで言っています。で、まあ、その後実際にはドライバーを作っていろいろペリフェラルを動かしていかなくちゃいけないって話はいっぱいあるんですけど、まあ、とはいえ移植らしい移植というとやっぱりここの部分かなと思います。
で、ここで、ざっくり見ますと、OS としての基本動作は、大体、さっき、申し上げましたように、アーキレイヤーのところで、例えば、スタックの初期化とか、あるいは、コンテキストスイッチとか、そういったところは、大体もうすでに実装済みになっているんですね。で、逆に言うと、作られてるってことは、変にいじくると、OS の動きとしては、やっぱり、イレギュラーなものになってしまってるんで、逆に、触ってはいけないという話になります。なので、基本的にここで、やるべきことは、青字で書いたところ、SOC 固有の話としてブート処理をやっているところとか、あるいは何かしら初期化が発生するとか、そういったところをちゃんと織り込んでいきましょうっていうのが、移植の大雑把な流れになります。で、まあ、言うても、これ、地道に型は決まっているところなんで、まあ、大変めんどくさいところではあるんですけど、まあ、一つ一つ解きほぐしていけば、そこまで難しいというわけではないです。ただ、いろんなところに手をつく形になるんで、やっぱりちょっと広さもちょっと出てきてしまうという形ですね。で、こちらの勉強会の方で、高橋弘和さんの方が RISC-V OS を作ろうということで、連載企画をずっとやられておられるかと思うんですけど、こちらの方ちょっと資料を拝見させていただいて、こちらのね、紫で書いたところ の OS の基本的な流れですね。うん、こちらのところは、大体ここの、第1回、2回のところの内容を付き合わせて、ソースを追っかけていくと、大体読めるんじゃないかなって感じ。印象でちょっと見ています。非常に分かりやすい資料だったんで、でかつゼファード・アルトスのここら辺の資料、ソースもそこまで複雑ではないので、まあ、逐一時を読みほぐしていけばなんとかなるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、いくつか他の話題もちょっとこちらの資料に絡むところがあったんで、まあ、安泰、面白いところでした。はい。で、まあ、実際この流れで、まあ、エントリーポイントで、例えば、まあ、割り込みのハンドラーを設定して、まあ、メモリの初期化やって、でもって C 言語が動き出したところで、C 言語レベルでの初期化、まあ、特にクロック関係が多いですね。そういった SOC 固有の初期化を行う。で、ドライバーの登録をやって、実際にドライバーなしでは動けないドライバーっていうのがやっぱりいくつかあるんで、そいつらの初期化を行う。で、それが終わると、メインスレッドが動き出すんで、大体これ、ここまで抑えると、まあ動いたなっていう感じになります。で、実際にはここまで来ても、動くだけで、なんか外部の機能が使えるわけではないんで、この後は、一生懸命で、ドライバーを作っていくっていうような、作業が待っています。はい、じゃあ次いきます。はい。はい、で移植のポイントで、まあ、ベース部分ということで今お話しした流れのところをちょっと逐一実際引っかかったところをちょっと中心にお話しさせていただこうかと思います。若干ちょっと実務ベースで話をしてしまう形なんで、若干じゃ話題のジャンプ出てきてしまうかもしれないんですけど、ちょっとそこはちょっと必要であればちょっと、ご質問いただければこちらとしても助かります。よろしくお願いします。はい、でまず、こいつ、ロンガナの、GD32V の対応で行ったことということで、まあ、まずは先ほど申し上げましたように、最低限動かすために必要だったことということで、これは結果論です。必要だった動かないところを直していただいたら、結果的にこれだけ直したというような形ですね。で、対応しています。まあ、実質、先ほどのずっと対応する形ですね。ブートの部分を、初期化のアセンブラコードを移植する。で、これが、ね、ちょっと、ややこしいことで、変則的な M 構図っていう の定義があって、これを正しくハンドリングするっていうのが一つさ、びっくりな作業として待っていました。で、マシンタイマーのドライバーをちょっと小細工する必要がありました。で、あとは、まあ、定番としては、まあ、やらなくてもマシンタイマーまでは実は動けんだけど、その後のことも考えると、まあ、割り込みコントローラーまではちゃんと一通り書かなくちゃいけないかなということで、ここまでが、一応最低限のラインですね。で、まあ、リスク5的に面白いのは多分2番目の変則的な構図の話ですね。で、逆にやらなくてよかったこと、ゼファーでもうすでにやっていて、もうすでに実装済みで、触らないものっていうのが、ここに一つざっくり挙げています。OS の特にスケジューラー周りですね、そういったものになってきます。代表的なところでコンテキストスイッチで、レジスタの値を対比させているところとか、あるいはスケジューラーに関するところは、今回は全然触らずに動いています。で、まあ、BSS の初期化とか、まあ、そういったメモリー周りのところも、標準的な流れに、で用意されているし、逆に乗らなくちゃいけないということで、これもやっていないです。
で割り込みハンドラーのところも、まあ、共通部分の方はもうすでに実装があります。ただし、あの入り口 のところだけ、先ほど言った、あの挙げた割り込みコントローラーの設定とか入ってくるので、そこだけやっています。割り込みが来た後は基本的には同じ。ただし、先ほどの M 構図の話題がバックであったので、そこだけ修正ですね。で、例えばあの Sci5 のフリーダムのやつとか QM みたいな、非常にプレーンな状況あの条件で動くような RISC-V のプロセッサーだと実はここら辺はあまりやらなくて済むパターンもあります。確かに Sci5 のフリーダムの方です と、あのクロックの初期化ですね、そこだけちょっとやってるような感じだったと思います。まあ、QM なんかだと全然やらなくて動いている形ですね。だからここでやってるってことは何かしら、ね、IT にしてるプロセッサーが若干ちょっと気の利いたことあるいはあの変なことをやってるっていうようなことがあるのかなというふうな話になります。はい、次いきます。で、まあ、ブートの初期、もうちょっと、ダイレクトにソースの話しちゃいます。はい。これ、ブート、これ、まさに、ゼロマンチから動いてるところのやつですね。まず、大体この辺の話っていうのは、SOC のベンダーの方から何かしら、サンプルが出てると思うんで、大体その辺から持ってくる形にしています。まあ、こいつ、これの場合でも、まさにここはおまじない的なソースなんですけど、スタートのエントリーポイントアドレスを見て、それがあのラムから来てるのか、フラッシュから来てるのかっていうところで、ちょっと、そこら辺の帳尻合わせをやってるっていうようなルーチンがあって、もうこういったものはもうほぼ持ってくるしかないかなっていうところで、持ってきています。ただ、これを持ってきてしまうと、当然、標準的なブートのコードとは違う実装になってしまうんで、この時点でファイル分割は必然的に発生してしまうという形になります。なので、まあ、これが出てきてしまったんでしょうがないので、ブートのアセンブラコードは自分でなんとか作んなくちゃいけないっていう話になります。はい。で、次が、まあ、この辺から若干 RISC-V に絡むところが出てきます。まず標準ない CSR の設定などをやる。リスク、ヌクレーシャ、この、GD32V の IP コア、RISC-V IP コアの、開発元ですけど、そこがいくつか拡張した CSR を定義しています。ここではノンマスカラブルインタラプトのやつを別個に定義できるような仕掛けがあるらしくて、で、そちらの方を、マシントラップベクターのアドレスと共有するっていうような、設定をやっています。まあ、これはサンプルの場は基本的に持ってきました。あんまりちょっとここで悩みたくなかったんで。で、まあ、ここは MTBEC に割り込むハンドラーをやるのは、これはまあ素直なRISC-V の動きですね。まあ、ここは大丈夫です。で、ただ MTBEC に下に2ビットあって、ここはダイレクト何でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、0と1は確かRISC-V のスペックの方に定義あるんですけど、ここでは、ヌクレーシャが独自に定義した、割り込みコントローラーを使うために3っていう値が入ってきますと。まあ、これもやっぱり独自に拡張した定義の方で、合わせなくちゃいけないっていうところになっています。まあ、だからこういう、まあ、スペシャルな話をちょっとこういったところで組み込んでいくって形になりますね。で、まあ、M カウントインヒビットの方は、まあ、これも単純に省電力のために止めているので、まあ、これ自体もそこまで大きな意味はないです。で、最後にリセットを呼んでるので、リセットはそのままイニシャライズで、ここまで来ると、もともとあった初期、ゼファーアルトスの共通の、イニシャライズ処理のところまで戻るというよう、戻るっていうか、本線に合流するっていう形になります。なるほど。はい。だから、ここまで、要はここでようやく、高速道路の本線に戻れたって形ですね。ああ、なるほど。うん、独自の余計なことをやって道かさを食ってる形です、ここまで。で、もう一つ、これもね、あんまり、地味な話題なんですけど、ここもね、やっぱり余計なことをやってるんですね。RISC-V の、ISM の方に書いてある、MTBEC の方では、これ先ほど説明したやつですね。いや、違うな。MTBEC でいいのか。
いいのか。MT ベックの方が、モードとして下の、2ビットを使ってるんですけど、実はこいつ、ドクレイズさんのやつは6ビットを使ってるというか、話になってます。これ、どっちが先で後かよくわかんないんですけど、このね、割り込みハンドラーのアドレスが8ビットアラインで、64ビットアラインを要求しているので、そちらの方に合わせて、こちらの方の定義が、下、足切りがかかっているような状態です。で、逆に言うと、アドレスも合わせて上げなくちゃいけないんで、ここでアライン6を定義して、しかるべき、ポイントに関数エントリーがあるように、細工を入れていますと。で、もともと IRQ ラッパーってやつが共通定義としてあるんですけど、ここのやつが別ファイルで共通ファイルのところに入っているから、ここをいじくるのはちょっとめんどくさいなと思ったんで、単純にラッパーを、すごい簡単なラッパーを一つ呼ぶだけの実装にしています。うん、っていうような感じですね。大体ここまでが、ここまで今挙げたアセンブラコードが大体、まさに今回実際に動いているコードそのものということを言います。だからまあちょっとここまで見て分かる通り、インストラクションセットマニュアルから外れてるやつがちらほらあるんですね。だからこういったところがあるので、やっぱり独自の、アセンブラコードレベルの初期化処理が必要になるっていうような話になっています。なるほど。まあ、この辺は実際動かしていろいろびっくりするところがいっぱいありますね。で、これが多分、この話題が多分、リスク5的には一番面白い話題で、同じような話で、ここの皆さんは多分ね、親の顔よりもよく見たインストラクションセットマニュアルってことになると思うんですけど、そこのインストラクションセットマニュアルの定義では、この M 構図ですね。先頭1ビットが割り込みかもしくは、例外かっていうところの識別の、ビットになっている。で、残りの、64ビットの空きだったら、63ビット分、あるいは32ビットだったら、31ビット分が、エラーコードとして、使用できるっていうような仕様になっています。ところが、これもやっぱり比較してみますと、エクセプションコードが、0ビット目から11ビット目まで入っていると。で、上の方はなんか別のことで使っているらしいというのがここに書いてありますということです。なるほど。これは、すいません。いや、ちょっと絵も言えぬ感情が。まったものですい、すいませんでした。ですよねっていう話で、というわけで、多分リスク5的にはもう、ここはトピックかなと思ってます。だから、実際こういう実装もあるし、ゼファールトスの中だと、もう一つ、確かこの実装やってるやつがありましたね。M コーズに変なもの入れるってやつは、あったんで、ちょっと、ISM が、実際今、世の中に転がってるチップと必ず一致するかっていうと、実はそうではないっていうのがここの、びっくりポイントでございます。なるほど。これはそうですね。はい。いや、なんか、はい、心の中でもうダックダック汗かいております。そう。で、ちょっと実際これがどんぐらい、イレギュラーなことなのかっていうのは、ちょっと私もそこまでリスク5のローレベルちゃんと知らないもんですから、まあ、しょうがねえ、直すかってぐらいだったんですけど。やっぱり恐ろしいことなんですね、これは。いやー、なかなか僕個人は、いや、本当に、ハードウェアプログラミングはほとんどやったことない人間ですけども、ましてや、そうですね、キャッスル2、コメット2あたりぐらいしかアセンブラは触ってない人間ですけども、これは見てて、苦しいって思ってしまいましたね。なるほど。はい。まあ、そういう、こういうびっくりな話があります。で、まあ、実際これ、どこで影響するかっていうと、先ほど言った、割り込みハンドラーの、本体部分は共通化されてるっていう話、ちょっとさせていただいたと思うんですけど、そこの部分で影響がありますと。で、ここがまさにそのピンポイントなんですけど、ここ2つ、やってることがあって、でここで M コーズの、値を持ってきて、そこでここで M コーズエクスプションマスクってことで、これでうまい比較してるんですね。だからここの値をちゃんとしかるべき値にしてあげれば、この問題解消すると。で、結果何をやってるのかというと、こいつが IRQ なのか、それともシステムコールなのかっていうところを識別してるところで引っかかってるというような形になっています。
なんで、こいつをちゃんとやってあげないと、何が困るかっていうと、e コール、システムコールをやったときに、ここにちゃんと通ってくれないんで、そうすると何ができないかっていうと、システムコールを契機に行われ、コンテキストスイッチが動かないんで、まあ、こうするとやっぱり、スケジューラーが動かないんで、まあ、すぐに、OS としては止まってしまうというような動きになってしまいますと。ああ、なるほど。そこそこ。まあ、逆に言うと、ここはデバッカで追っかけていけば、まあ、なんとか分かる話なんで、まあ、そういった意味では、まあ、ね、分かりやすいトラブルでよかったなというのが本音のところですね。あ、で、またチャットに。あ、溜まってきましたね。行きましょう。すいません。いや、本当、ボコボコ投げてました、ね。行きましょう。いや、いっぱい反応あるのはいいことでしょう。俺、どこまで見たんだ。そうですね。鈴木さんが さっきの最後だったんだな。メインとは何のメインでしょうかってところで、これはですね。下で、回答できちゃってる。鈴木さんが回答していただいてます。はいはいはい。ありがとうございます。はい、そうですね。そうです、そうです。そうですね。組み込みなんで、シングルバイナリーです。で、BSD、そうですね。そうしてね、BSD、そうですね、マシン、うん、そうですね、こう、うん、こういう感じ、すみません、ちょっとネット BS でちゃんと見たことないんで、ちょっとなんとも言えないですけど、そうですね、マシン依存部とマシン非依存見て、うん、そう、狙いとしてはそこですね。だからどこまでがマシン依存かっていうところは、先ほどのって、SOC ところまでマシンとするのか、それともアーキの方がマシンなのかっていうような切り分けがあると思うんで、まあ、少なくとも今の構成としてはそこまでおかしくはないんですけど、ちょっと今回お話ししてる、SOC と、アーキと、SOC の間に、IP コアってやつは実はあるんじゃないかとか、そういったディスカッションはできるかもしれないと思ってます。おー。うん、これ、ARM の Linux の時も大問題になりました。ああ、なるほど。そうなんです。はい。どうしてかって言いますと、アーキの下に ARM の、ARM があって、で、ARM の下に各開発、半導体会社とか、各開発ボードができるたんびに、ボードができるたんびに、どん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 こう、増えていってたんです。ディレクトリーが。あー、はい、そうすると重複したコードが大量になって、一箇所バグ潰しても他のとこが全然残っちゃうので、なのでね、リナロって組織で全部後で統合するっていう仕事をすることになりました。なので、なんでこうそういうことを繰り返したくないために、アーキと、で、半導体ベンダーと、半導体ベンダーの部分が SOC って名前になってて、半導体ベンダーの下に開発ボードごとにまたディレクトリーができるっていう3段階に、これなったんだと思います。なるほどな。で、そうですね。なんで SOC レイヤーっていうところが、ゼファーのプロジェクトとしては半導体ベンダーを想定してたのに、半導体ベンダーじゃない方がプルリクエスト出されたから、ちょっとびっくりされてるとは思いますですね。そういったところはあると思いますね。ただ誰もやらないし、はい、まあちょっとね、このスライドの後ろの方でもちょっとお話しさせておこうと思いますけど、先ほど言ったこいつの素性から言って出しづらいよねとあるんですよね。なるほど。あくまで個人の用語です、そうです。あくまでコミュニティベースのサポートだって立て付けなんですね、これ。ああ、はい。なるほど。はい。で、いろいろ、うん、確かに、皆さんのお用語系をおっしゃると、この手のやつは、なかなか、邪悪さは、っていう話ですね。いや、はい。はい。まあまあ、実際触ってみると、こういう邪悪なものも、いろいろ見られるよって話でもありますね。いや、奥深いですね。いや、黒いですけど。いろいろ、だからまあ少しずつね、修練はしていくとは思うんですけどね、ただやっぱりまだ、ね、マーケットにね、投入された、ね、ね、FPGA じゃないディスクとしてはもうかなり初期の世代になると思うんで、いずれ、変わっていくんじゃないかなとは思いますけど、まあ今はそういうカオスな時期であるっていうのもまた別の見方としてはできるかなと思います。
はい、じゃあ戻って次行きましょうか。この辺ちょっとあまり面白くないところなんで、チャット画面まだ鈴木さんが、はいはい、NMI はサイファイブも独自定義していて企画に入れてほしかったな。はい、はい、そっか、そういうことですね。はいはいはい。なるほど。ですね、うん、ちょっと私、うん、私もちょっと これはもうとりあえずまずいずでも入れちゃったんですけど、やっぱいろいろまだいろいろあるんだなってことですね。ISR はね、結構全部が全部フラットにはいってないなって感じがすごいしますね。はい、じゃあちょっと、戻りまして、はい、次いきます。ここはまああまり面白くない話題です。SOC の初期化ということで、C 言語で書ける初期化処理を登録するような、処理をやっています。で、まあ、クロックの設定とかがこのパターンでやる場合が多いかなと思っています。まあ、さっきの FE、サイファイブのやつも確か、クロックのところは、この仕組みを使って、初期化やっていましたね。で、これどういうことかというと、この C ユニットってマクロがあって、でここに関数と優先度を書いておく と、適当にこのマクロが、リンカで、セクション特定のセクションにまとめて、そのセクションを頭からずっと舐めて実行するっていうような、動きですね、をやっていますと。だからあれですね、C++ のあれ、コンストラクター、スタティックコンストラクター の初期化みたいな、そんな動きですね、そういったことをやっています。で、それから、で、まあ、ここではもう SOC ベンダーが、クロックを設定する関数をまとめて用意していたんで、今のところ、考えたくないということで、これは今回は、そのまま使う形にしています。うんうん、はい。で、次、エクリックのドライバーを作成するということで、ここもまあ、リスクファイブ的な話題に戻ってくる形ですね。エクリックっていうのが、これ、ヌクレー社が、作ったプロセッサー固有の機能で、まあ、PLIC の代替みたいな形で作られてる感じです。で、PLIC とちょっと違うのは、ここの図でちょっと、広く、大きくして見てもらえると分かると思うんですけど、タイマーとか、あとは、あれ、さっきの E コールの、システムコール割り込みとかも、一旦エクリックの方で受けて、それをコアに流してくれるっていうような仕掛けになっています。だから、PLIC と違って、この辺の、ローカル割り込みを含めて、吉内に処理してくれるっていうような仕掛けになってるっぽいんです。で、まあ、実際にはもうこれ、もうファイルとしてはもうドライバーとして作ってるんですけど、もうこの辺のレベルになってくると、もう SOC の一部なんで、もう単純にファイル構成と依存、プログラムの書き方の依存性のレベルとして、ファイルを分割してるっていうような、感じで分割する形になっています。だからもうベタベタです。で、どんぐらいベタベタって話をこれ、くつくつ次のスライドで。まあ、先ほど言ったように、これもシスイニットなんで、これドライバーのにもイニシャライズに似たような仕組みあるんですけど、ここではもうシスイニットを使ってるんで、本当にもうシステムの一部って形、要は、何よりも早くイニシャライズがかかるっていうやつですね、っていうところで、処理しています。で、ここでですね、ゼファーの、割り込み処理、RKIRQ の、enable, disable, それが is enable と、それから priority set っていう4つの関数があって、これは、ARC よらず、だから ARM でも同じ名前の関数を持っています。だからここが中層仮想になっているんですね。で、その中層仮想の中ので、先ほどの今回作った割り込みコントローラー向けに処理を入れ替えるという形になります。で、もうすでに元の、もともと PLIC の処理が入っていて、大変ベタベタな切り分け方をしておりますと。見ての通り、IRQ enable で入って、ここではもうPLIC を通して、レベル2だったら、だから、要は先ほどの、ローカル割り込みじゃない場合は、PLIC の方の割り込みだとしいうことで、こちらの方で、処理して終わるというような形でやっています。で、この先には、MIE とかあの辺をいじくってるはずですね。ローカル割り込みだったときに止めたり止めなかったりするって話を入れています。で、まあ、今回は、こっちの方で、PLIC の方で処理するので、もうストレートにここで、PLIC ってやつが定義されたら、PLIC の方のこういうの処理に入ってそれで終わりますよっていうふうにしています。まあ、もう本当にストレートな形で、うん、この ARC-IRQ enable の処理自体を、ここで書いた、まあ、これ最終的にはレジスターのところにはビット立てるだけですね。
特定のところにビット立てるだけの処理として、この処理を実装するという形にしています。まあ、話としてはすごいシンプルです。ただ、ここら辺は、まあ、この部分だったらあまり関数ポインターとかバリバリ使って抽象化するよりも、まあ、こちらの方がいいだろうなというのも非常に納得はするところなんですけど、まあ、ちょっと、少なからず綺麗ではないところですね。そうですね。納得はするけど綺麗じゃないそうっていう、そういう領域です。もどかしい。ただ、まあ、標準的には大体ここ特殊な割り込みコントローラーってまずそんなにないだろうなと思ってるんで、まあ、そういった意味だと普通はここら辺はあんまり触らずに、ね、気にせずにいけるところですね。PDIC 使っていけば PDIC を有効にしましたで、既存実装で大体賄えるぐらいの感じになるかなと思ってます。まあ、またPDIC よりも新しい世代の割り込みコントローラーとかが出てくるはずなんで、そういったやつが出てくるとまたこの辺がもうちょっと汚くなるかなっていうか。覚悟しおきます。まあ、まだね、まだ全然見れる範囲です。はい。で、次、マシンタイマーの話ですね。まあ、スケジューラーを動かすのに当然タイマー割り込み使うんで、まあ、これなんとかしなくちゃいけないなって話なんですけど、まあ、実はこれそこまで困った話ではないんです。っていうのも、まあ、RISC-V では当然システム、CPU のクロックを使ったタイマーがあって、まあ、それは ZeFi についてもドライバーがあると。だから、まあ、基本的には使えるはずなんですね。ところが、この GD32V では、CPU クロックを4分集したクロックがどうやらこのタイマーのクロック、ペリフェラーのクロックとして入力されているっぽいということが分かりました。で、ZeFi RTOS では当然CPU クロック、イコール、このマシンタイマーのクロックで考えているので、まあ、当然CPU の速度と TIC のカウント数からリアルタイムを計算していると。で、4分集されているので、動くには動くんですけど、速度が4分の1の速度で動いているということになっていました。で、これはもう純粋に計算の問題なんで、まあ、入ってくるときに値を4分の1して、でもって出てくるときに掛け4して、長時間を合わせてやれば、まあ、一応数字の上では話は合うようになっています。まあ、こんなやつもいますと。ただ、もともとこれ、マシンタイマー自体は、一応、クロックが孤立と、必ずしも同じってことは規定してなかったようには思えたんですけど、ちょっともしご存知の方いれば教えてほしいっていうところですね。で、多分省電力モードとかあると、ここは必ずしも一致できないと思うんですよね。で、マニュアルに、データシートにあったクロック系統図がこんな感じですね。SOC のクロックが入ってきて、でもって、まあ、普通はこっちのメインドメインの方に入っていくのが、まあ、普通の、今だと 108MHz で動いてますね。で、それとは別に、分けた系統があって、多分ここのクロックゲートあたりで分集かけて、でもって、ペリフェラル系は、クロックを27MHz に抑えて、で、多分狙いとしては、多分省電力じゃないのかなって思ってるんですけど、多分そういう、実際にはちょっとここのクロックが違うクロックを供給してるっていうような実装になっています。これもハードレベルの話なんで、もう触りようがないです。もう諦めて、4倍したり4分の1したりして対処しています。で、まあ、ここまでがこんなことやりましたって話で、いろいろ知ってる人には、ね、ね、おっかない話とか、ね、面白い話とか、飽きれるような話とか、いろいろあったと思うんですけど、まあ、実際これ、今のところ、ここで説明としては、まあ、一つ一つ課題をやっつけましたっていうような体で説明してるんですけど、まあ、実際作る段ではそんなことはなくて、まあ、実際、スクリージャーを動かすためにタイマーが必要で、タイマーを動かすために割り込みコントローラーが必要でみたいな、それ若干ちょっと循環したような依存関係を持ってるんで、まあ、メイン動くあたりまではひたすらモグラ叩きやって、なんとか、うまいこと、すべてのモグラを潰して、なんとか動くような状態に持っていくっていうような開発にはならざるを得ないかなと思っています。だから、まあ、やっぱりどうしてもやっぱりブートのところまでは、やっぱり属人性が高くて、で、人に分割して作業がしづらいっていう局面は非常に多くあるなと思っています。で、まあ、まあ、実際そうやってある程度動いたら、先ほど言ったコードの分割とか、収まりの良さを考えて、正しい位置にソースを置き直すっていうような流れが発生するような形になるかなと思います。
で、まあ、ここまでやって、きれいにしたところでようやくパッチ提出ですねって形になりますね。で、ちょっと割り込みの話が出てたんで、ちょっと本線とはちょっと外れますけど、若干ちょっと遅くだけしときます。ゼファーでは、IRQ コデクトってマクロがあって、まあ、それでマクロ、割り込みハンドラーを指定します。で、このマクロ自体が先ほどの、まあ、セクションとかを、処理するような仕掛けになっていて、で、ビルド時に一回この、マクロで、ビルドをかけるんですけど、これ作った後に Python スクリプトで一回解析して、そこから IRQ、ISR テーブルスっていうテーブル、ソースコードを生成して、もう一回コンパイルかけて、実行するっていうような若干めんどくさい2パスコンパイルの手順を使っています。ちょっと、詳細を追っかけたいんですけど、まあ、これによって、ソースの分離性が良くなるんだろうなっていうふうに理解しています。ちょっと中身はちゃんと調べてないです。で、まあ、実際にはここの MTBEC の先ほどの IRQ ラッパーの中からこのテーブルを読みに行って、でそこから割り込みハンドラーを呼ぶというような動きになっています。だからそういった意味では、ちょっと若干冗長な処理は挟んでいるので、ガチガチに割り込みが早い、処理が早いということではないということは、ちょっと一つ気に留めておいてもいいのかなと思っています。はい。はい、じゃあ次いきます。で、一旦ここなんで、ちょっとチャットの方紹介しましょうか。ありがとうございます。はいはい、そうですね、クリックが初めて聞いた、まあ、そりゃそうですよね、いろいろ、そうですね、うん、なんで4分の1だって、なんで4分の1なのかっていうのはよくわからないです。ソースのポインティングありがとうございます。ちょっと資料を上げるときには、ちょっと一応ソースのポイントをある程度わかるように、ちょっと直しておきます。はい、鈴木さん、ありがとうございます。そう、周波数、多分規定あると、ちょっと都合悪いところあると思うんですよね。あうん、でそうですね、内閣はちょっとドキッとしますね。はい、はい、じゃあ、ちょっと、リンクをかけてみると。すいません。はい、はい、はい。FTJ 日記さんって、時間を知っても大丈夫な感じですかね。今日何時までとかあります？9時までだったら大丈夫です。お。うん、そうしたらどうしようかな。これあと何分ぐらいな感じのペースですかね。一応ざっくりスライド的には3分の2ですね。ああじゃあ大丈夫かな。あのページ数は どのくらい、ページ数がで、ね46分の31ぐらいですね。だから多分15分か20分で終わるような気はするので、そうですね、はい、ちょっと20分をデッドラインでちょっと、はい、わかりました。じゃあちょっとそこはちょっと巻きましょうか。はい、了解です。はい、進めていきます。あ、フィジーニックさんもそんな感じでお願いします。ありがとうございます。はい、わかりました。はい、すみません。じゃあちょっと、うまいことをコントロールしていきます。はい、再開お願いします。適当に垂れるようだったら、ちょっとノッチファイ上げてください。で、次、ここまで来たら一応もう動いたんで、あとはドライバーを作らなくちゃいけないんですけど、まあ、一応ちょっと一通りちょっとドライバーの、ポイントらしいところだけちょっと説明していこうかなと思います。で、まあ、ざっくりドライバーって言ってもいろいろあって、で本当に必要なものから、まあ、どうでもいいやっていうところまでいろいろあります。で、先ほど挙げた割り込みコントローラーなんか、これはもう絶対に必要なやつ。で、マシンタイマーも当然これないと困るっていうレベルです。で、大体移植として欲しいのは、次のレイヤーの動作確認に必要な UART や GPIO のところあたりまでが、大体移植として、移植の、加減ラインとして欲しいところになってくるかなと思っています。これがあると、ハローワールドとブリンキーが動くんで、一応動作確認が取れるということですね。で、まあ、それ以上のやつは、アルニューの程度があると、大体マイコンとしてはみんな、吉田に使ってくれるんで、これ大体欲しいんだけど、うん、それ以上はちょっと頑張って、必要であればって感じですね。で、まあ、ゼファーのデバイスドライバーとしては、まあ、デバイスの仕組みを使って、ドライバーを、使うドライバーを決めています。で、まあ、デバイスにて、どんなデバイスがシステムに乗ってるのかっていうのを定義して、コンパイルするときに、そのデバイスのドライバーを組み込むような動きになっています。
で、まあ、ドライバーとデバイスって結局これオブジェクト指向のクラスとインスタンスみたいな話で、まあ、ドライバー、まあ、ドライバーっていうあの定義のやつが、システム上にいくつか実体として、デバイスという実体としていくつか存在するって形になっています。で、まあ、それも、それに合わせて、管理データも、複数存在して、管理データを処理する、実装部分自体は一つっていうような形ですね。で、デバイスの種類ごとに、一つ、共通の API が定義されているので、まあ、それぞれ、ドライバー、同種のドライバーであれば、共通のインターフェースで、同じように、隠蔽されて使えるっていうような仕掛けになっています。まあ、大体、まあ、ドライバーという意味では、大体どこもそんなに変わらないかなと思います。まあ、まあ、ポイントとしては、デバイスについて決めているっていうことです。で、デバイス3、先ほどもちょっと話題がありましたけど、もともと Linux で使われてた仕組みで、携帯電話の ARM 対応のところに大量にパッチが投稿されて、リーナス先生がぶち切れたという話があったかと思います。で、まあ、それで、出てきたのがこいつなんですけど、まあ、10年経ってちゃんとこれ動いていて、Linux の構成のバリエーションや、たくさんのデバイスもちゃんとうまいこと処理できているので、まあ、それの実績を買って、借りて、ゼファに持ってきたというような形ですね。で、まあ、デバイス3は、言語としては独自の言語を使っています。で、デバイスの依存関係を記述して、デバイスの、依存関係を外部化して、ドライバー自体をあまりデバイスの構成に依存しないようにしていると。まあ、手法としては依存性注意のディペンデンシーインジェクションの手法との、いい実装例ということはできるかと思います。まあ、ドライバーとデバイスがある程度分離して管理できるようになると。で、まあ、ゼファーでは、デバイス3を、マクロで展開して使っているということになります。Linux の場合自体は、オンメモリーでランタイムでうまいこと処理するんですけど、Zephyr の場合ですと、マクロにして、でもって RTOS の場合ですと、メモリをスタティックに確保するのが原則になってくるんで、MLOCが使えないかもしれないということですね。なので、スタティックにやりたいと。で、スタティックにやったやつを、うまいことやるっていうのが、ここの、ゼファーのデバイス3のお作法の非常に面白いところになるかなと思っています。うんうんうん、で、まあ、ちょっとそこのお話をさせていただこうかと思います。で、まあ、ここを押さえておくと、まあ、ドライバーとも単なる関数なんで、特に難しいことはないです。じゃあ具体的にどんな話になっているか、もうこれはデバイスツリーの一部抜粋です。SOC の上に、シリアル UART があって、そいつが400.1380っていうアドレスに貼り付いていると。で、中身がこの GD3 の GD3 に USART っていうドライバーで動かすっていうような定義になっています。で、まあ、これ、SOC の中にはいろんなデバイスが入っていて、まあ、これだけではなく、いろいろありますよというふうになっています。で、Zephyr の場合は、ビルドしている途中で、これ、デバイス3アンフィクスドっていう形で、マクロを吐き出します。これ、自動生成です。で、自動生成された一部が下の方になりますね。で、ここで、非常に長い、DN の、DT の N のなんたらっていうふうに、長い定義でやっていて、まあ、これが、すごいでっかいファイルで生成されます。ただ、これ自体は直接この、マクロを参照するんではなくて、専用のマクロログンである程度直感的に扱えるような仕組みになっています。ただこういったマクロになっていていろいろかつうまいことやってるマクロなんで実際ちょっとハマるとちょっとめんどくさいことになります。まあ、そこはちょっと たまに傷みたいなところですね。はい。で、じゃあ実際こいつを使ってどういうことをやっていくのかっていうところで、これをちょっと見ていこうかと思います。まあ、ドライバーの実装側からすると、先ほどドライブコンパチブリティってやつがあって、まあ、何者であるかっていうところを宣言しています。で、ここではこの宣言によってそいつと照合して、こいつは俺んだっていうことを決めています。で、ここは、で、下のやつが今回の、話題のポイントで、デバイスごとに、まず、Zephyr のドライバーは2つのデータを構造を要求しています。ただ、内容の形式は自由です。要は定数値のコンフィグと可変値のデータってやつを2つ、用意しています。で、上の方で、まあ、コンストがついてるかついてないかですね。で、で、2つのデータを用意しているという形になります。で、この2つのデータを用意して、デバイス DT init define、インスタンスをデファインするっていうような、マクロがあって、これに放り込むと、デバイスの初期化ルーチンが先ほど言ったように、初期、システム起動時に動いて、まあ、めでたく デバイスの実態が生成されるというような仕掛けになっています。で、その時に初期化の関数と、あと API の関数を規定して、まあ、実際データと処理を結びつけるっていうのが、このマクロの役割です。
で、ここまではまあなんとなくまあ普通の話なんですけど、あのゼファーの面白いところはこの次の話ですね。で、ゼファーのマクロで DT インスト for each status OK っていうあのちょっと長めのマクロがあって、これが何をやってるかっていうと、先ほどのデバイスツリーであの実際システム上生きている、有効になっているデバイスがあった場合に、そいつを、このマクロの引数にあの固有のユニークな名前を与えて展開するっていうような動きをやっています。何を言ってるかというと、例えば UART1 がある、んだったら、ここで UART1 だけ、1の、ものに対して、ここで1って与えて、もってここ の, あの宣言 を, あのを実体化すると。まあ、そうすると、ここユニークな名前がついてるんで、領域は取れるんだけど、必ずあの名前が衝突しない形で、あの普通の C 言語のソースとしてで処理される。で、関連付けはここの中でやってるので、まあ、ポイントを使ってやると、まあ、共通の処理でうまいこと処理できるというような仕掛けになっていますね。だから、ここの、マクロが、デバイスごと、デバイスが有効か無効かによって、これがちゃんと動くか動かないかというところでうまいことコントロールできているんで、ここのところが、非常にスマートな処理にあの実装されています。ここは非常にかなりゼファーの実装としてはクレバーな部分だと思います。だからこれによってあの無駄なくメモリ使えるし、構造的にもすごいあのストレートな C 言語で書けるというような動きになっています。はい。で、まあ、この先はもう上げてみてもいいです。で、まあ、実際こういう、こうやって作ったデバイスは、デバイス DT ゲット同じように、あの、マクロ展開で、先ほどのデバイスツリーの名前をもとに取得しますと。で、まあ、それぞれ取得したやつは、まあ、あの、デバイスの API を使って、アクセスできるんで、まあ、それを使って、それぞれ吉田にやってくださいということになります。まあ、使ったら、まあ、リファレンス読めばすぐわかるというところですね。で、GG32V の現状に関してちょっとだけ、まあ、同時期にあの ARM もあの対応してたんで、私ちょっとこの先ほど紹介した UART のデバイス実は作ってないです。で、今の、水準としては、あの GPIO とか I2C と SPA、IA、PWA、RGA のレベルは大体できてるんで、大体いい具合に使えると思います。で、ウォッチドックとかタイマーとかそういったところはまだいくつかできてないんで、そういったところはちょっとお待ちくださいという形ですね。で、SPI についてる LCD なんかも一応私がパッチを当ててるんですけど、ちょっと、スタックしてるので、もうちょっと頑張りますという状態です。はい。はい、じゃあ、ちょっと最後、こういうの厄介事ということで、もうだいぶ、もう、先行で話題出ちゃってるようなところがありますけど、いくつかちょっと紹介していきます。ARM の、RISC-V の命名規約が合ってないんですね。で、これ何が問題かというと、まあ、先ほど、ベンダーごとにあのディレクトリを掘ってるよっていうのが、無の方のルールとしてあるんですけど、RISC-V の方では RISC-V プライビレッジっていう、謎のディレクトリがあって、これがだいぶな名前ぐちゃぐちゃにしてる要因になっています。で、これ RISC-V プライビレッジって、ケーパビリティは示してるけど、これ本当に分類なのかっていうことで非常に怪しいような構成になっていて、これによってだいぶめちゃくちゃになっていますと。ただ、ただ普通はこれではもう、これだけだと問題にならないんですね。GD32V の場合は、ARM の GD32 のシリーズと、RISC-V の GD32 のシリーズでドライバーを共有しているので、それの名前がの識別が、整ってないと非常にやりづらい状況になります。で、まあ、実際にはこんな、普通の命名ルートとしては、まあ、ファミリーがノルディックの NRF で、シリーズが、51で、でもって SOC51 の822っていうような型番付けをするんですけど、今のところしょうがないんで、こういう形になってますと。非常に微妙です。でもこれ結局もう決めの問題でしかないんで、意思決定できる人がやらないといけないんで、まあ、私が寝てる間にディスコードで電話会議が行われていて、いつの間にか方針が切られて、まあ、じゃあそれでやりますかって話でお近づきました。で、まあ、結論としては先ほどの鈴木さんがコメントに入れて言われたように、近い将来見直しましょうっていう話でお近づいてるみたいです。で、まあ、このように名前は地味に紛糾します。で、次、これも先ほど、ちょっとお話しさせていただきましたが、まあ、クローンチップであることによって、これ、どこぞの、S の会社さんで作ったドライバーと、実はほぼ実装共通化できるんですけど、当然、S の会社さんも、ゼファーの開発に対してリソースを投入している、いて、開発に関わられているので、それは、動くのは分かっているけど、人事としてはこれ絶対ダメって話になります。
で、まあ、そういうことで、そういうことなんで、まあ、実際、DISC-5 のコア開発して、ヌクレさんの開発者は、実は、ディスカッションに参加してもらってるんですけど、SOC ベンダーさんの方は、もう、ね、我関せずっていうようなスタンスを、貫き通していただいております。っていう状況なんで、まあ、逆には部外者の私がこういった首を突っ込み方をできるっていう結果であったとも言えますし、ひょっとしたら私がこれやるって言ったの、実はアンタッチャブルなところを手つけたんじゃないのっていうのは、ひょっとしたらあるかもしれない。で、まあ、そういうわけで、まあ、GG32V の方はコミュニティドリブンで進んでるって立て付けになっています。で、まあ、アクティブな開発者が何人かいるんですけど、そういった方が実は新しい実装を試す実験場にしてるんじゃないかなっていうような感覚は実はちょっと持っています。で、まあ、メールとしてもね、プリド、ドノットメーション、SM さんにアットツファーっていう話で、まあ、こういう、ね、ご中心をいただきたこともあります。で、あとちょっとこれも辺はちょっとややこしい話題なんですけど、まあ、リスク5の IP、ヌクレさんは新しいやつをバンバン更新してるんですけど、ギガデバイスさんの方が全然アップデートかけてないんで、古い版使わなくちゃいけないんで、ちょっとどうしようかって話題が出てました。で、これも最終的には、リスク5部の SDK にあんまり依存しないような形で、なんとかちょろまかして、今のところはやっています。まあ、この辺もやっぱりフォルダ構成に関わるところなんで、後からいじくるのめんどくさくなっちゃうんで、やっぱり揉めちゃうところですね。で、まあ、実際、もう、まあね、まとめに入っちゃいます。で、実際これ、ゼファイやってみると分かるんですけど、パッチ出す人は実はそんなに良くないです。うん、まあ、もしやる機会があれば、ぜひ皆さんやってみましょうというぐらいの感覚で、うかつにやってもいいと思います。で、まあ、英語がやっぱりネックになりがちなんですけど、まあ、グラマリー の神と、Google 先生がいれば大体なんとかしてみます。ディープルは多分裏切ります。で、ゼファー自体の移植は、まあ、さっき、ちょろっと話しましたけど、移植自体はそこまで難しくないと思います。ただ、やっぱりローレベルの話でいろんなところの話題が出てくるんです。守備範囲は若干、広いかなと思うんで、まあ、ちょっとここは、もしできるなら、ぜひやってほしいし、まあ、例えば、ね、センサーのドライバーとかは割かし書きやすいところあったりするんで、まあ、そういったところから始めてもっていうのは、ありじゃないかなって気はしています。大体、200行ぐらい書く、センサーのドライバー書けるんで、まあ、私はそれか会社の若いやつ教育に使っています。で、あとは、まあ、出せば、まあ、大体なんとかなります。ちょっとが、いろいろめんどくさいですけど、まあ、というわけなんで、もし機会があれば、ぜひ皆さんパッチ出してくださいということで、ぜひ、ゼファーの開発コミュニティにもご参加いただけると面白いかなと思っています。まあ、まだこれから成長する、国内ではまだいっぱい成長できると思うんで、ぜひ皆さんやりましょうということで、締めさせていただこうかと思います。あ、どうもありがとうございました。ちょっと長くなりました。どうもありがとうございます。ああ、パチ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 。ありがとうございます。ありがとうございます。一応参考、これも後で上げておきます。はい、おしまいです。シュありがとうございます。はい、何か質問ある方とかはいらっしゃい。チャット欄にまあまあ流れたんですけどね。ちょっと。いや、あらかた回答されてるはず。あ、そうです。はいはい。さそうですね。あ、まあ、ちなみに、ヨタ話的な話すると、Linux カーネルは、デバイスツリーをまあ普通にパースして、パースした後にその、まあ、必要なドライバーをこうロードしていくみたいな動きで、うん、まあ、実はハードコードすれば当然オーバーヘッドがある実装にはなっています。うん、で、ゼファはやっぱりそのね、いやもうこのデバイスツリーで注入する内容ってスタティックなんだからコンパイルできてた方がいいでしょうっていう、まあ、昔の Linux カーネルもそうなってたんですけど、外部注入、そうそう、プラットフォームでハードバーッとベタ書きされてたん でそれを外部注入できる形にするためにデバイスツリーを採用して、うんうん、その代わし起動時にパースする処理が必要になったみたいな、うんトレードオフがあるんですけど、うんうん、まあ本質的には、要するにカーネルの場合は、単一バイナリープラス DTB のバイナリーブローブっていう、カーネルの本体は変えないで、いろんな SOC に DTB 変えるだけでできるといいねっていう構想があったので、まあそうせざるを得なかったんですけど、まあ、ゼファーの場合、まあ基本的にターゲットに対して都度ビルドなので、うんうん、ああいうテクニックが入ったんだなっていうところはちょっと面白いなと思います。あ、フラグ。
あとデバイス量がやっぱりありますからね、きっと。まあ、あと デバイス数はもともと IBM のPowerPC で使われてて、で、PowerPC がオープンファームウェア。オープンファームウェアだ。はい、うん、ブートローダーだった、はいはいはい、そのブートローダーがデバイスツリー使ってて、そうそう。そうそう。で、なんで、Linux カーネルでデバイスツリーとか ACPI とか、その前の、ACPI の前、なんだっけ、忘れちゃいましたけど、とかは使うかっていうと、ディストリビューションベンダーは、バイナリーを、CPU ごととか開発ボードごとに別のバイナリー、作りたくないから、一回ビルドしたシングルのバイナリーが全部の、開発ボードとか CPU で動くようにしないと、うん、メンテナンスコストが爆発して死んじゃうのでっていう、うんうん、はいはい、ACPU の前 APM ですね、そうですね、はい、ではありがとうございました。はい、こちらこそどうもいろいろ ご意見コメントいただけて大変面白かったです。またぜひよろしくお願いします。はい、はい、じゃあこちらの方では、すいません、お待たせいたしました。スパークのオープンファームだった。スパーク。あ、そうそう。Linux も自分で作ったというよりは使えそうなのを見つけてきて持ってきたっていう。そう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 。あ、FGA 日記さん、よければ画面共有とマイクを見えてもらってますので。あ、はい。もうすぐやりますか。皆さん休憩とかなしで。どうしよう。すみません、私途中でトイレ行っちゃった。ああ、はい、オンラインのいいところ、勝手に休憩して大丈夫。はい、勝手に休憩してね、じゃあ、行きますか。そうですね、はい、やっちゃいましょう。はい、どうぞ。はい、あ、今これって画面共有されてます？あれ、今開始したって出たけど、切り替わらない。トキタさんのがまだ。これまだいい。来ちゃってます。来ました。はい。はい、では、よろしくお願いします。はい。すみません、これ、どうやって使う？はい、全画面になりました、ね。あ、見てますか。あ、はい、はい。いい感じになってます。はい。じゃあ、発表を引き続きまして、発表させていただきます。作って学ぶコンピューターアーキテクチャ LLVM と RISC-V によるデイレイヤープログラミングの基礎というふうな本を、近々出版するものです。で、今回ちょっと、昨日の今日ので、塚本さんからお話をいただきまして、で、何かしらしゃべるということで、取り急ぎこのスライドを作ったんですけど、最初にお断りしておきますけど、昨日の今日なのであんまり技術的に込み入った話は入ってなくてですね、もうほぼ雑談感覚で、聞いていただければというふうに思ってます。どういうふうな経緯だとか、なんかどういうふうな手順で執筆したのかみたいな、そういう、裏話的な話がメインでして、酒のつまみ程度で、聞いていただければと思います。で、あとこのスライド自体がですね、途中でその技術評論者さんとのやり取りみたいなものが出てくるんですけれども、今日の朝一で、一応担当者の方に見ていただいて、これは出しても大丈夫という確認が取れてますので、そこは、ご安心くださいということで。ありがとうございます。はい。本当にやばいとこは、動画編集してカットできるんで、ね、はい、一応大丈夫ということになっております。執筆の中の人って右側ですか？中の人右側ですね。で、左側はですね、一応物理、媒体といいますか、物理、なんて言ったらいいんだ、物理 ID がこっちですね、というふうなことになっておりまして、で、実態はですね、全て右側の中の人がやっているというふうなことになっております。で、執筆にあたり、調査、実験、執筆、修正などを、ほぼほぼ一人で頑張ってやったということになってまして、で、この本自体がですね、著者がこっちの物理 ID を使っております。で、これなんでかっていうふうなところもいろいろあると思うんですけれども、これ実は出版社さん側と相談したところもありまして、出版社の傾向として、
まあ、わけのわからんアルファベットの執筆者を出すよりも、物理 ID っぽい著者名を出した方が売れ行きとして、統計的に見てこっちの方が売れる傾向にあるというふうな話もあってですね、まあ、そういうふうなところで物理 ID を使っているというふうなところです。で、まあ、そんな感じで、やっております。で、まあ、こういうふうな本を書きましたというところでですね、7月1日発売の予定になっております。ちょうど私も、2日か3日前ぐらいにやっと、物理本を手に入れまして、やっと、ここまで来たというふうなところで、若干、感慨深いなと思っております。で、まあ、LLVM とかリスクファイブっていうキーワードが入っているんですけれども、あくまで立ち位置としては、コンピューターアーキテクチャについて解説する本でありますというふうなところが、前提になっております。なので、最初の方はですね、ISA とか、リスクファイブの知識、マイクロアーキテクチャの知識とか、そういうふうなところを、解説するっていうふうなものが入っておりまして、で、これらの知識に対して、これを実際に手を動かす場合、LLVM とかに、こういうのを実装する場合にどうしたらいいのかっていうふうなところ、例えば、まあ、C 言語の関数とか、そういうふうなものを、コンパイルしてアセンブリーに落とし込むっていうのはどういうことなのか、具体的に LLVM でこれを実現するためにはどうすればいいのかっていうふうなところに落とし込んでいくというふうなところを、主眼に置いて、書いております。なるほど。あと、本はもう物理的な本は、はい、書籍にもう並んでるんですかね。そうなんですよ。実は書籍に並ぶの方が、並んだのが私が入手するよりも早かったんですね。で、私正直びっくりしたんですけど、もう、まあ、特定の本屋さんではもう並んでるっぽいということで、はい、入手可能になっているそうです。で、執筆までのスケジュールがだいたいこんな感じになっていて、実は、2018年ぐらいからこの話っていうのは、若干脳内にある段階で進んでおりました。で、それからですね、まあ、いろいろ勉強するフェーズがあって、それから、出版社に話を持っていく、そこから、執筆開始になったんですけど、まあ、ここから先が長くて、非常に大量のレビューと指摘、修正が入ると。いうふうな段階でした。で、まあ、ここら辺がやはりプロのなせる技といいますか、日本最高峰、おそらく日本最高峰の技術系出版社が、まあ、手あるゆえんといいますか、まあ、そういうふうなとこかなと思っていて、非常に修正とか構成に時間をかけました。で、最終的に、最終確認の上で出版というふうな流れになりました。で、一つ、LLVM、私が勉強するきっかけになったものとしまして、まあ、XTAZ さんが主催したコンパイラー勉強会というものがですね、2018年に、品川の XTAZ の本社で行われました。で、当時はコロナとかなかったので、私もテクテク歩いて品川駅から、これに参加した記憶があります。でなかなか面白い話を、いっぱい聞いた記憶があるんですけど、当時としてはそのリスクファイブの理の字も、なかったといいますか、まあ、当時は、基本ベースがミックスだったような気がするんですけど、まあ、そこら辺で、おそらくは、まあ、リスクファイブってまだ全然注目を浴びてなかったというふうに記憶しております。で、LLVM のリスクファイブ対応もまだまだ初期段階だったと思っていて、それだったら一度自分で勉強して、やってやろうかと思う、そんなモチベーションで勉強開始してたんですけど、思いのほか時間がかかるというか、Cプロから難しいし、自分も得意じゃないし、もたもたしてたら、海外の専門家集団があっという間にメインストリームにマージしてしまいまして、すごいなと思って見てた記憶があります。で、私自身もですね、まあ、修士の学生時代に、まあ、コンパイラーとかのネタで、修士論文書いたりとか、そんなのをやってましたので、もともとこの分野には興味があって、じゃあちょっと勉強してみようかなというふうな、ことで、勉強を始めました。で、まあ、これにあたりまして、まあ、いろいろと参考にした本がありまして、まず一つ、どうしても絶対に言及しなければならないのが、狐さんでも分かる
LLVM ボンというふうなところで、キツネさんと愛称で呼ばれているんですけども、おそらく私の知る限り、最古の、日本語で書かれた LLVM について、LLVM の書籍であろうと思っています。で、これのすごいところは、フロントエンド、バックエンド両方について解説しておりまして、手を動かして実装するっていうふうなソースコードを大量に寄せたかなりマニアックな本として完成されています。ただ、まあ、弱点といいますか、まあ、これは致し方なしっていうところなんですけれども、2013年に出版されたので、情報としてはかなり古くなっているっていうふうなところがあります。でもう一つは、まあ、私そんなに LLVM 得意でもなかったし、C++ もそんなによく知らないしっていうところで、まあ相当な量の解説の日本語があるんですけれども、図とかがなくて直感的に理解するっていうところが難しくてですね、理解するのに相当苦労した記憶があります。まあ、そういうところもですね、今回の執筆に関していろんなモチベーションとなっていて、まあ、今回の私の書いた本自体はですね、キツネさんに追いつけ追い越せというところを目標に、執筆しました。でもう一つ、どうしても言及しないといけないのは、CPU0 というふうな資料がありましてですね、これも非常に紙資料というところで、Creating an LLVM Backend for the CPU0 Architecture というふうなところで、CPU0 という仮想のアーキテクチャに対して、バックエンドを作り込むというふうな、これ無料で、入手できる資料があります。でこれ、PDF とか、まあ、HTML の形式でも、あるんですけれども、PDF だと600ページぐらいあって、相当にマニアックな、解説がなされております。で可変調引数とか、例外とか、ELF とか、そういうところまで、事細かに書かれててですね、こちらもあの執筆に関しては、非常に参考にさせていただきました。ただ、こちらもですね、かなり古い時代に作られた資料というところで、アップデートは、ちょくちょくあるんですけど、どうしてもリビジョンを、LLVM のバージョンを変えてサポートするっていうところは難しいところがあってですね、かなり古い LLVM のバージョンで、とどまっているというふうなところになっています。でまあ、そんな感じで、まあ、いろいろなんですけれども、まあ、出版、どういうふうな経緯で出版になったかという話なんですけれども、実は、LLVM の、ことを勉強しながらですね、まあ、ブログにちょいちょい書いてたんですね。で、ブログに書いている記事を、まとめてみると、最終的に、まあ、ワードで300ページぐらい、規模になりまして、これだったら、まとめて、出版できるんじゃないかというふうなところで、まあ、出版社に持ち込みをしたというふうな形になります。で、後で、編集者さんから聞いたんですけれども、まあ、持ち込みって相当レアらしくて、あんまりあることじゃないらしくてですね、実は技術評論者のページに、その持ち込みのページ、持ち込みのメールアドレスがあるんですけれども、その担当者もその存在を知らなかったとか、そんな話らしくて、相当になんかレアなケースだったらしいです。ただ、出版社さん、非常に、対応が早くてですね、メールをしてみると、すぐさま返事が来て、ですぐさま担当者がついて、もうメールをした次の週には、もうミーティング設置されたというスピード感で、対応していただきました。で、まあ、そこからいろいろ打ち合わせをするんですけれども、まあ一番問題になったところというのが、本書のターゲットをどこに持っていくかというところです。まあ、ターゲットというのは、まあ、読者ターゲットというところなんですけれども、まあ、正直言って LLVM バックエンドというネタだけでは、ブルーオーシャンといいますか、もう誰が読むねみたいな話になってしまいます。なので、まあ、そこの、読者層を設定する必要があるというところでいろいろ考えた結果、まあまあ、コンピューターアーキテクチャを勉強したいという人に対して、アプローチをかけると。でコンピューターアーキテクチャを勉強したいってなったら、まあ、いろんな手段があると思っていて、まあ、ハード自作 CPU したいとか、まあ、そういうふうな話もありますし、ソフトをやるというふうなこともあって、まあ、今回は、まあ、コンパイラーを作るというアプローチをかけるというふうな方針に決めました。というわけで、まあ、コンパイラーの作成を通じて、まあ、コンピューターアーキテクチャの一番勘どころである、ハードとソフトの境界を体験していこうというふうなところにストーリーを持っていきました。で、これが、
当時の、検討、ストーリーを検討している段階のものなんですけれども、編集者さんとですね、Google Docs でどういう目次にしていくかっていうようなところを、検討していました。で、まあ、Google Docs でも何でも、いいと思うんですけど、まあ、こんな感じでですね、どういう目次で、どういうふうな小構成で、どういうストーリーに持っていくっていうところを、逐次決めていくというようなことをしておりました。で、これ自体が、1ヶ月か2ヶ月ぐらいやっていた気がしていてですね、まあ、目次を決めるだけで1ヶ月、2ヶ月決めるのがあるんですけど、そのレベルできちんと決めていきます。で、ここかなり、まあ、出版社的にも大事なところだと思っていて、おそらくはその GO、NO GO っていうところをこのストーリーと、目次形式で、判断するというところだと思っていて、まあ、かなり慎重に、計画を立てたというところになっています。というわけで、最終的に、ま、目次がこんな感じになっていて、本書の中ではですね、出ていないんですけど、一応1部、2部っていうふうに、気持ち的には分けてるんです。1部が、ま、基礎知識を、書くと、基礎知識を並べると、コンピュータアーキテクチャと ISA の基礎知識と、リスク5と、それから LLVM についてというふうな知識を、紹介するというところになっています。で、2部になると、LLVM のバックエンドを作り込むというふうなところになっていて、まあ、これもあのストーリーの作り方の関係上ですけれども、まあ、例えば関数とか C 言語の関数があって、これが、アセンブラーに変わると、こういうふうになるというふうなところを見せていきながら、じゃあ実際にこれを LLVM で作り込むとなるとどうなるというふうなところで、まあ、章を構成していくというふうな流れになっています。で、いくつか、まあ、執筆、編集にあたってこだわりポイントというふうなところがありまして、まあ、とにかく、500ページもあってですね、長いので、だれるので、今、自分が何の話をしているのかというのを分かりやすくしようというふうなところで、いろいろと工夫をしていました。で、一つはそのラベルをつけようというふうなところでですね、各セクションに対して、今、どの系統の話をしているのかというふうなところでですね、まあ、すぐに分かるようにすると、LLVM の話をしているのか、RISC-V の命令使用のことを言っているのか、もっと一般的な ISA の話をしているのか、もっと一般的なテレイヤーの話をしているのかみたいなところで、今自分が、何の話をしているのかっていうのがなるべく分かりやすくっていうふうなところを心がけました。なるほど。で、もう一つこだわりポイントといいますか、とにかく図を大量に入れたいというふうなことがありまして、先ほど紹介したそのキツネさんは非常に紙本なんですけれども、図が、非常に少なくてですね、私自身非常に苦労した記憶があります。そこで、まあ、とにかく大量に図を入れるというところで、もうアルゴリズムのフローだったりとか、データフローだったりとか、クラスの関係とか、LLVM の実行の流れとか、そういうふうなところで、各種図を大量に追加するっていうふうなところで、そこにかなり時間を割きました。で、まあ、一応その作業用のリポジトリを検索してみると、まあ、230個ぐらい図があって、まあ、全部入れていたとするとおそらくは2ページに1個ぐらいの図が入っていて、かなり頑張ったかなというふうに思っております。確かに。はい。で、ここからが非常に苦しい話でですね、構成つらいと言いますか、商業誌、商業出版を舐めていましたって言うと非常に怒られるんですけれども、まあ、これがプロの仕事といいますか、まあ、私の最初に作った原稿がですね、さっきのちょっとスケジュールに戻りますと、2020年の中頃ぐらいには最初の版ができてたんですね。2020年の頭には最初の版ができてたんですけど、そこから、徹底的な、レビューが入ります。で、もともと私の日本語が非常にダメダメだったっていうようなところもあるんですけど、まあ、一つは、技術的に、誤ったことを書いてしまった。あとは、非常にこっちの方が大事なんですけど、ストーリー的に、おかしな、ストーリーを作ってしまったというふうなところを、徹底的にレビューするというふうな時間が多く取られました。で、ストーリー的なミスっていうのは、やはり
一番重視、読者の読みやすさというところで重視されたところではあるんですけど、まあ、ある説ある説で、この説では、何を言いたいのかというところをまず最初に明確化しないといけない。でこの章で、どういうストーリーで話が進んでいって、最終的に、何を実装するのか、そのためには何をしていくのかっていうのを、先頭で明確化しないといけないっていうあたりが非常に構成として、修正を、行ったところでして、まあ、その辺私全然素人なもんで見積もりが甘くてですね、文章であると文章のそのものだったり文章の位置であったりとかそこから先相当な、書き換えが行われました。で結果的にですね、おそらく最初の原稿に対して9割方書き換えられるという、大変なことが発生しましてですね、そこら辺もいろいろと後でどんな感じでやってたのかっていうのは、ご紹介してみたいなと思います。で、もう一つは技術的なレビューですね。私もともとそんなに知り合いが多い方ではないのでですね、そんなに頼める人いないっていうのがあるんですけど、さらに言うと LLVM の専門家って全然知り合いないし、そもそも日本に何人いるねみたいなところではあったので、レビューを頼める人っていうので非常に悩みましてですね、私が、いろいろとレビューを頼んでいかないといけないんですけど、その中で、私の数少ない知り合いでハードウェアの専門家の方々にお声をおかけしまして、特にその前半部分ですね、コンピュータアーキテクチャとか、そこら辺に関して、低レイヤープログラミングのところに関して、技術的な問題をレビューしていただくというふうなところをお願いしました。で、LLVM の細かいところっていうところはですね、あんまりそこまできちんとレビューできているかというと、そこは、不安な要素があることはあるんですけれども、皆さんは、非常に、見ていただいてですね、明らかな矛盾であるとか、読みにくさっていうところなどについても、非常に、徹底的なレビューをしていただけたというところで、この上の方に謝辞を出してますが、いろんな方にご協力をいただきました。非常に助かりました。ありがとうございます。で、これが、レビューの風景です。基本的にすべてのコミュニケーションは GitHub で行っております。で、GitHub のレビューの機能ですね、おそらく、私もあんまりよく、分かってないんですけど、プルリクを出すとレビューができるみたいな、そういう機能があってですね、各章ごとにプルリクを作って、で、そこに対してコメントを書いていくというふうなことをしておりました。で、一章ずつ、プルリクを出していったんですけど、予想外に、コメントが多くてですね、このレビューの機能を使うと、200個ぐらいレビューを1つのページに書くとですね、GitHub が重たくなって画面が出なくなってみたいな、そんなことになっちゃいまして、ちょっとやりすぎたなというふうなところであるんですけれども、そういうふうな機能を使って、構成を行っていました。例えばなんか編集者さんとかがですね、非常にきちんとした、レビューをしていただけるんですね。で、そこでここが分かりにくい、ここが次のストーリーにつながらないと。そういうふうなところを、見ていただきまして、それに対して、修正をかけていくというふうなところで、作業を行っていきました。で、基本的に執筆はマークダウンを使っていまして、もうギリギリまで、マークダウンで修正をしておりました。で、最終的にもう、2ヶ月前ぐらいからもうフィックスで、もうマークダウン編集できないっていうふうなところから、最後は、編集者の方の方で、組み上げていくというふうな作業で進んでおりました。で、いろいろとその中で、悩んだことあるんですけども、まず一番問題になったのがですね、LLVM のリポジトリ自体が非常に大きいんですね。で、コードの管理をどうするかっていうところ、ここがかなり苦労したところでして、特にその LLVM は、バージョンが変わると API がまるっと変わるということで非常に有名でして、そこの、追いかけるのをですね、ちょっとミスると、全然違うソースコードになるというふうな危険性があります。したがって、
執筆しながら LLVM のバージョンを上げていくと、いつの間にやら変なものが入ってるみたいなことになっていて、ちょっと危険なんですけど、ここを解決するためにいろいろと考えたんですけど、まあ、最終的にそのコードと原稿を分離するというふうな作戦に出まして、オリジナルの原稿にはですね、ソースコードの場所だけ、場所というかアノテーションだけ入れたんです。で、LLVM リポジトリの方にですね、アノテーション付きでコメントを入れまして、これをスクリプトに加えていって、このアノテーションはここのソースコードを引っ張ってきなさいみたいな、そういうふうなことで、最終的な原稿を作り上げるというふうな作戦に出ました。なので、まあ、これを使うと、LLVM リポジトリのバージョンを上げても、スクリプトを1回組ませれば、基本的に全てのソースコードが最新に置き換わるというふうなことで、おかしなコードが、古いコードが混じるっていうのをこれで、避けるというふうなことをしました。でこれが実際の、ものですね、ちょっと文字が小さくて申し訳ないんですけれども、まあ、ここにアノテーションが入っています。このアノテーションに対して LLVM 側のソースコードですね、私が実装したものに対してコメントで同じアノテーションを入れています。ここからここまでですみたいなことになってまして、でスクリプトをかけると実行すると、最終的に、このソースコードが埋め込まれた原稿が作られるというふうな形になっております。ただこれ、問題点というか弱点があって、レビューするときにこっち側の生成された原稿を見ながらレビューするんですけど、日本語間違えたとか言って、この生成側をですね、日本語変えてもですね、オリジナル側が変わらないんで、もう一回スクリプトを変えると全部消えちゃって大変なことになるというふうなことなんですけど、まあそこは一応こっちの生成原稿側をですね、リードオンリーして、編集しようとしたら編集できねえよっていうふうなことで気づくというふうなことにしておりました。確かに。で、この本自体がですね、実はオリジナルの最初の原稿だともっと長かったという話でして、実は、2章ほど、カットしております。一つがですね、より高度な構文のサポートということで、なんか構造体引数とか、可変調引数とか、マツビス回帰とか、そういうふうなところが入ってたんですけど、まあ、ターゲットの層から考えても、これはいらんやろというところで、カットしてですね、これは全部、無料公開の予定にしております。ただ、無料公開編集者さんの構成が入っていないということは、私のオリジナルの日本語が入っているということで、非常に読みにくいものになっていると思われます。まあまあまあ。それからもう一つ、もう一つ消えた章が不動小数点のサポートです。実はこれ本当はすごく入れたかったんですけど、まあ、これもやむなしというふうなところでした。レイトレーシングとかマンデルブローとかそういうふうなものをですね、不動小数点の命令を追加して、体験してみるということで、見栄え的にも非常にいいもので、これは本当に、はい、入れたかったんですけれども、これもやはり、ページ数の関係上ですね、削らざるを得ないというところで、これも、無料公開の予定にしております。ただ、この間ですね、最新の LLVM12 で、最新というか、サポート最新の LLVM12 でビルドしてみると、エラーがめっちゃ出てきて焦ったので、なんとかして公開前までには修正しなければというふうに思っております。とてもわかります。見た目がいいのはやっぱ載せたいんですよね。いやですよね。はい。はい。まあここから先はちょっと生々しい話はあんまりしないというかしたくないというか印税とかそういう話はあんまりベラベラ喋ってはいけない気がするんですけれども、まあ、ヒントというかですね、まあ、4年かけたんですね。まあ、4年、トータルで見ると5年、4年ぐらいかけてるんですけど、まあ、それを考えるとですね、コストパフォーマンスが非常に悪いというふうなことを言わざるを得ません。なので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、なんでしょう。そう、本を書いて飯を食うというのは非常に大変な仕事だなというふうなところを実感したっていうところではあるんですけれど、まあ、そういうふうなところで、まあ、一冊の本を作るっていうのはこれぐらい時間もかかるし、だといってそんなに、まあ、印税がもう一生暮らせるぐらい入るっていうわけでもないしっていうふうなところで、なかなか執筆っていうのは大変だなというところを
身をもって経験しました。ただですね、まあまあ、それを、考えみたとしても、まあ、今回、商業出版というふうなところを体験するにあたって、まあ、商業出版社のプロの仕事を見せつけられたっていうところは非常にいい経験だったというふうに思っていて、まあ、経験の話をしてなんかスピリチュアルにするのはあんま好きじゃないんですけど、いい経験ができたなというふうに思っていてですね、自分で書いて自分で売るっていうことだけでは経験できないプロの仕事、編集者っていうのは本当にすごいというふうなものを体感しました。まあ、日本語のプロですので、その、まあ、おそらく自分が一生かかってもかなわないすごい、分かりやすさというふうなところにこだわりというのを、体験しました。で、まあ、まさに商業誌といいますか、お金を文章を書いて売ってお金をもらうっていうのはまさにプロの仕事っていうのはこういうことなんだなっていうふうなところを、今回、見せてもらったというところでは非常に勉強になったというふうに思っています。まあ、勉強になったところで私 のブログの日本語は相変わらずひどいので、ちょっとこれは、反省しなければなというところを改めて思ったところになっています。はい、というわけで、まあ、最後は宣伝じゃないですけど、まあ、興味があれば皆さん買ってくれると嬉しいですというふうなところなんですけれども、まあまあ、そういうふうなところでですね、今回この執筆から、調査、執筆、ビルド、プログラミングすべて、実はノート PC1 台でやったっていうふうなところで、AWS も、もうちょっと使ったんですけど、ほぼほぼ、ノート PC1 台でやったっていうふうなところでですね、ちょっと古い PC を使ったのでですね、まあ、ビルド仕掛けてから、LLVM のデバッグビルドが完了するまで朝までかかるみたいな、そういうふうな非常に苦しいところでやったっていうふうなところもありましてですね、まあ、計算パワーが必須の世界であったりします。なので、まあ、この LLVM とかこういうふうな、技術って非常に面白いと思っていて、今後も調査していきたいと思っているので、何卒計算パワーを、確保し続けるためにも、金銭的支援といいますか何といいますか、購入していただけると、ありがたいなというふうに思っております。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。はい。いや、よくよく考えると、あのブログ更新してるわーで、この本の作業やってるって、普通にえぐいなって。そう、そうなんですよ。なかなか大変な。ね、大変なあれでした。FPJ 日記さんは知ってる人はみんなファンになるみたいな私の偏見ですけど、改めてその方だなと思いました。本は楽しみですねっていうと、本あれです、アフィリエイトのリンクで記事にしてください。あ、どっかなんかそこら辺実は僕全く詳しくなくて、アフィリエイトにするとお金が入るんですか？そうそう、はい、そこを見て紹介料で結構地率も大きな額になるのでっていうのはまあいいとして、それあれ、話がちょっと申し訳ないですけど、アマゾンブログに埋め込むみたいな、そういうのをやってたんですか？そうです、そうです、そうそうそう、そうです、で、それはいいとして、ソースコードを、スクリプト組んで埋め込むっていう話があって、はい、アノテーションで展開されるのはまあ理解できるんだけれど、まあ、当然、はい、あれですね、バージョン上がった場合に、このアノテーション付きのやつをリベースというかマージしていくことになると思うんです。はいはい、それでもオートマージって多分成功しちゃうと思うんですけど、はい、本文とそこでギャップが発生して逆にコンフリクトも出ないから、なんか気づかないで本文と、そうですね、そういう意味ではその日本語の説明とソースコードが、矛盾が発生するという恐れはこれは回避できなくて、ですよね、そこはですね、まあ、リビジョンが変わって一応全部 Git で管理しているので、この生成側の原稿も、Git に入れているので、再生成してどこが変わったかっていうのが一応差分で見れるんです。あ、なるほどな。で、どこのソースコードが変わったかっていうのを見ながら、おかしなところはないかなみたいなことをしておりました。なるほど。突合して、コンフリ、差分を見て、コードと本文の、はい、前後の半句見れば、言ってることが
文脈が変わってないかはチェックができるって、はい、なるほど。いや、それにしたってちょっと聞いてるだけでもう胃が痛いです私は。いや、ようやるな、うん、電子版はいつぐらいだろうか、どうなんですか。私も実は全く知らないんですよね。あまりそういうところは分かってなくてですね、もう全部編集者さんにお任せというか、そこら辺僕全然知らないんですよ。なんか一緒に出たりはしないのかな、分かんない、ね、一緒に出るんじゃないですかね、全然。むしろそのコメント書かれた井田さんの方が技術評論者で出版の経験が多いだと思うので、ですね、井田さんの方が詳しいのでは。私の手元の環境で、Amazon COJP 確認する限りだと、Kindle ストアでは作って学ぶコンピューターアーキテクチャを今すぐお読みいただけますとのことです。読めるとか、本当に読めるのかな。すごいな。早すぎる。これが電子世界のうんちゃらってやつか。あ、すいません。いや、これ予約注文っぽいですね。あ、電子版も予約、ワンクリックで予約で7月1日に配信されるって書いてあります。あ、そういうことですか。なるほど。なんかあれですかね、最新版のゲームは、発売日の前日までに本体にダウンロードがされていて、発売の日になると、ロックが解除されてゲームができるようになるみたいな、そういうやつですか。多分勝手に配信されるだけで、そんなデータ量あれだと思いますけど。ありますね。アマゾンは発売日の12時に配信されます。なるほど。というわけで。モグニッソさんから、技表デジタルさん だったら、6月27日。そうなんですね。おお。いや、そうですね。私個人の価値観ですけども、技表 JP さんから、ダイレクトで買うのがもしかするといいのかなと勝手に思う次第でした。ああ、それはなんか、その方がなんか有利なんですかね。あ、すみません。あんまそこら辺分かってなくて。技表さんにはありなのかもしれません。ただ、本屋さん的には、一番問題になっているのが本屋さん問題では、Amazon とかで買うと、この本どれだけ需要あるのっていうのが、技表さんに届かないっていうことが、まあまああるそうです。ああ、そうなんですね。これはあくまでその出版の流通界隈の、お話を僕が、個人がかいつまんだ独自研究になりますので、要出典なんですけども。はいはい、そういう意味では、なんか、最初に編集者の方から聞いたのは、最初にどれだけするみたいなのがやっぱあるじゃないですか。まあ、はい、その辺で、内容と、どれぐらい売れるかみたいなところで決まっていて、まあ、そこら辺で、次に、第2版をするか、第3版どうするかみたいな、そういうふうなのがおそらく、技術評論者側で判断が行われると思っていて、そういう意味では、本屋さん、の方が情報としては得られやすいのかもしれないですね。そうですね。ぜひ店頭で買いましょうっていうのがいいのかも。あくまで北海道の、フォロー者からの、はい、読まいごとでしたので、はいはいはい、ありがとうございます。他になんかせっかくなので技術的なところとかで気になるとか。なんかある方いらっしゃいますか？そうですね。どれかっていうと、僕個人は、技術的なところよりも、ある意味コミュニケーションのところになってしまうので、後ほど話す時間があればというところにさせていただきます。はい。では、じゃあ、来た来た。質問来ましたね。読み上げますね。どのような実機ボードやシミュレーターで本の内容を動作検証しているのでしょうかという。ですね、この本自体はですね、実機ボードでの検証はしてないです。で、検証というか、シミュレーションを走らせているのは、
一つはそのスパイクというリスク5の命令セットシミュレーターで動作を確認するというのは一部入っております。うん、それプラス、いくつかのアプリケーションに関しては、RTL といいますか、ロケットチップというリスク5の RTL コードがオープンソースであるんですけれども、そちらで走らせる方法というのにも一部、説明を入れております。はい、あとは LLVM 自体 C++ で書かれているのですね。はい、LLVM と C++ で、はい、本を読むためには C++ エキスパートであるのは大切ですか？多分これはノーですよね。おそらくノーだと思っていて、なぜかというと私もエキスパートではないという、はい、ところもあるんですけれども、そこまでC++ のわけのわからん、なんか、構文を理解している必要はないと思っていて、うん、まあ、ある程度プラットフォーム化されているっていうところがありますので、はい、これをやるためには、これとこれを入れるんだ、みたいなところを見ていけばいいと思っています。うんうん。それを考えると、C++11 以降の詩を追ってるかどうかっていう話はすいません、割愛させていただきます。いや、まあ C++ って結局何でもできちゃうので、結構どういうフレームワーク作ってるかっていうところで、まあプロダクトごとに結構違うっていうのがあって、確かに、うん、メインの人たちが技巧的なのが好きなタイプだと結構辛いのが多い時もあるんですけど、まあ、LLVM は関わってる人も多いのと、はい、アーキテクチャも結構最初から分離してるみたいなところも徹底して、私が見た時はそんなC++ だからっていうのはなかったっていう印象です。なるほど。他になければ、ではキリがいいのでこちらで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて、ここまでで、お時間が9時前というふうになりましたので、はい、塚本さんネタどうしますかね。うん、そうですね。簡単、内容はあんまり話さず、簡単にこんな話するんだったらこんな感じになりますみたいな。うん。じゃあちょっと10分15分ぐらいな気持ちで、トピックタイトルだけ共有するぐらいの、はいはい、事前に資料を見させてもらったんですけど、あれ踏み込み始めると多分終わらないって。終わんないですね。終わんないし、ちょっとさすがに疲れちゃうと思うので、せっかくなので塚本さんがですね、この4月下旬かにお話ししたオープンアワーズ、お疲れ様です。ありがとうございます。参加者はあれですね、オンラインで入退室自由なので大丈夫です。はい、で、はい、オープンアワーという時間でお話しされたものがあるそうなので、せっかくなので、ちょっと共有していただければなと思います。では、塚本さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。正直言いますと、この6月9日の時は私、昼仕事してたんで参加してなくて、この前の時でした。この一つ前のオープンアワーズでした。で、オープンアワーって何かって言いますと、大半が今現在リスク5で、開発がどんな感じで進んでるかっていうまとめの資料をみんなで読んで見ていくっていう感じになってます。なんでそうですね、ディスク5サミットのビデオが上がっていました。ここクリックするとビデオに見ますとか、あとテクニカルワーキンググループがどんな感じになってることとか、メーディングリスト見たいときどうしますかとか、であとですね、ミーティングのカレンダー参加したいときどうやって参加したらいいんですかとか、でちょっとそっちの方行くと、ディスク5のテクニカル技術ワーキンググループが今どんな感じのがあるかって別のファイルがあるんで、ほうほうほう、自分に興味があるのはどこ見ればいいかとかですね。はいはい、で、
ここら辺からはイベント情報で、ここら辺から真面目に開発が今どんな感じになってるか。なのでさっきM ケースが拡張されててどうのこのっていうのは、ここでもオールウィナーの D1 で過去に話題に結構 なりました。ディスク5インストラクションセットの規格外の拡張してあるとき どうなっちゃってるかとか、あとこうですね、ボードどんなになってるかとか、あとでここら辺から今現在ソフトウェアがどのくらい更新開発されてるかなんですけど、ここからになると大半のコントリビューションというか、かなりの部分は中国からの、コントリビューションが多いっていう感じが分かるようになる。AOSP、Android の移植どうなってますとか、あ、はい、コンパイラーどうですとか、LLVM どうですとか、うん、シミュレーターどうですとか、JavaV8 どうです、JavaScript どうです、はい、OpenJDK その他、どん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 って。はい、ですね。まあ、最後はディスク5でラップトップ取って作ってみたら面白いかもみたいな、ちょっと、和むネタがついてるっていう感じです。ああ、いいですね。はいはい。っていう、はい。まあ、一応くじですけど、この中でどれか深掘り したい ところとかがあれば、1個2個だけ。はい。そうですね。ただ私個人としてはそのオープンソースソフトウェアに挑戦してみたいな、あ、ソフトウェアではないんですけども、こう参加してみたいなっていう人たちが迷子にならないための地図がしっかりと作られてるんだなっていう印象を受けた次第ではありますね。はいはい。まあ、かなりそうですね。はい。まとめ資料みたいな感じですね。はい、はい、そうです。ツイッターのまとめの、なんだっけ、忘れちゃった。あ、トゥギャッターみたいな感じでありますね。そんな感じです。はい。なるほどな。そうすると、一箇所だけ、お話ししようとする、これを話は多分しないと思うんで、そうですね、今現在こういう技術打ち上げに出るとどういう会社の人たちが出てるかっていうとこんな感じですね。まあサイファイブ、コードプレイ、インテル、ああそっかそっか、ベンタラ、NXP、アリババ、リボス、多分この中で一番アクティブなのはリボス、インテル、サイファイブみたいな感じ。はいはい。リボスなのかな、発音分かってないですけど。インテルそんなに頑張ってるんですか。はい。あ、インテルそんなに頑張ってるんですか。喋ってるの聞いてると、インテルさんが、はい、かなり出てくる人たちしっかりしてる感じの人たちです。はい。ちょっと別件になってしまうんですけども、この間どこのニュースで閲覧したか忘れてしまったんですけども、 AMD 引退したアーキテクチャーさんがちょっともう今の AMD やってられないわっていう文句を、別のイベントで言ったっていうニュースが見受けたなというのをつい記憶を思い出してしまった次第なんですよね。何だったっけあれ。ご存知ですか。あ、はい。どうなったんですか。あんまりちょっとあんまり私、今のアームとかあんまり分かってないんで。ああ。いや、まあちょっとと私もごめんなさいね。昨日 Google のディスカバーでちらって見たときに、あ、なんか興味深いなって見受けてしまった話をつい口走ってしまっただけだったのでごめんなさい。うん、まあ、はい、あとインテルさんはここで出てきてるのはファンダリー部門の人たちです、ね、FPGA ではなくてですか。NIOS5 の人たちなのかなと勝手に思ってたんですけど、そんな感じ。あ、そういう人もいるのかもしれないですけど、パッと見るとファンダリー部門の人っぽいような感じ。はい。
なので、もしかすると、先ほどのニュースでちらって出てたのが、インテルもここ最近、PK86 アーキテクチャはそろそろおしまいにしたいねっていう流れが。そういうことは、インテルさんの話からだと全く感じないですね。あ、そうなんですね。へえ。それはないと思いますね。なるほど。ソフトウェアがインテル一番動くので、でその後、ARM で、で、はい。ミックスはそこで他苦しいんで。で、リスク5はインストラクションセット見ると、パッと見ると皆さん気づきだと思います。まあ、ミックスなので、で、ミックスの、インストラクションセットがコロコロ変わって、ソフトウェア動かなくなるのが嫌なんで、フィックスしたみたいなのがリスク5だったりする。ABI もセット。ああ、そういう経緯があるんですね。みたいな感じのとこがありますんで。はいはい、でインテルさんがリスク5やってるのは、IBM さんが ARM やってた時と同じで、CPU 自体の方じゃなくて、ファウンダリービジネスのですね。あ、はい。ファンダリーウェーファーになっちゃうと、自分の会社の CPU するのに面積空いちゃうんですよ。うん、面積空いちゃって、ファウンダリーの輪転機回すと、もうお金もったいないですので、面積埋めた方がいいので、そうすると別の会社の CPU、吸った方が良くなって、で、IBM さんは PowerPC とか Power 作ってるだと全部面積埋まんないんで、ARM だとさとか入れてて。で、Intel さんだと多分、今までの感じだと AMD の CPU をするってことは多分、なかなか難しいでしょうけど、あと、アームでも、アップルさんの CPU はするの難しいでしょうけど、他だったら何でもウェルカムなんだったと思います。はい。そうすると自分たちの CPU のコスト削減できて利益上がりますんで。はい。そっか。まあ、いかんせんちょっと私も本当に32歳のにわかでコンピューターの道半ばみたいな人間なので、そっか。CPU の世界でも輪転機っていうの回転効率の問題が出てくるんだっていうのは初耳でしたね。半導体はもう輪転機の、効率が一番でにしないと会社が飛んじゃうんで、はい。あ、そっか。はい。把握しました。今って画面共有切っていました？はい、切ってます。どれかに移した方がいいです。オープンアワーの資料にした方がいいです。ああ、ごめんなさい。ちょっとトイレ行ってて文脈わかんなくなっちゃって。そうです。いや、すいません。新参者がなんか勝手に、あの話がちょっとなんか、リスク5にも関係ありそうと思って、AMD のジム・ケラーさんの話を掘り起こしてしまった次第でした。あ、ジム・ケラーさんはそっちの話してたっていうよりも、多分、ジム・ケラーさんの思いは、AMD に行った時に、ARM のプロジェクトをきちっと最後までやって、盛り上げてほしかったっていうのが多分、本人の一番言いたかったポイントだと思います。ああ、そうなんですね。はい。はいとはいえ、そっか、それこそ、まあ、あの当時、輪転、まあ、AMD には AMD の輪転機の、割合があるのでっていう問題が。AMD は、自分で持ってないんですよ。持ってたんですけど、ずいぶん昔に、面積全く埋まんないんで、グローバルファンダリーズっていう、名前ちょっと間違えてるかな、なんかそんな感じで、別の会社にしちゃってます。ああ、そうなんですね。そっか。オープンアワーの、今、オープンアワー映ってました？オープンアワーの資料、どれだ？なんか、モザイクになっちゃってましたね。多分、なんか、DRM で見えないようになってたのかな。どれだろう。ちょっと次のネタ行きましょうか。ああ、そうですね。はい。あ、これか。それですね。なんか、どのトピック気になりますかみたいな感じで、やってた感じですかね。うん、まあ、あと、どんな会社の人が参加してるか。はい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 。ワーキンググループ、そうですね。
今どんなテーマが上がってるかとかっていうのは一覧は何かありましたっけ？どんなテーマっていうのは どういう意味でのテーマです？ワーキンググループとかってどんな体制になってるんでしたっけ？あ、それがこっちですね。あ、それも、はい、さっき SOC インフラストラクチャー HC に参加してる会社をのページを見せてた、参加してる画面キャプチャー見せてた。あれ映ってましたかね？あれは映ってましたよ。はいはい。なんで、SOC インフラストラクチャー HC って何の略か分かんないですけど、あとセキュリティ HC、あとアプリケーションツールズ HC、コロコロ形はって、SIG は何の略でしたっけ ?I はインターレストで G はグループでしょうけど。シグニフィカントじゃないかしら。うん。HPC とかもあるんだ。HPC は、HPC っていう名前のは、これ、分解されて、他のやつに、活動が移行しました。あ、そういう意味なんですね。この破線の意味は何かな？いや、この破線の意味と赤と黒の意味は、区別は結構いい加減です。なんでかっていうと、こんな資料を更新してる個数が割けてないっていう。はい。まあ、そうですよね。うん。昔の、要するにこの勉強から始めたときに比べて、非常にターゲットが広がっているなって、正直、はいはい、ワーキンググループというか、テクニカルグループなのかな、シグを見ると思っていて、僕と塚本さんがいた某グループみたいにワーキングがあって、ソフトウェアプラットフォームだけでもかなり、Java まで含めて、手広く。見ていこうとしてるんだなっていうのを非常に感じたんですけど、まあ、活発なところとそうじゃないところってね、やっぱあって、まあ、ソフトウェア関係だと OSA、プラットフォーム TTG が多分一番活発なんだと思います。OSA っていう、A っていうのはユニックスを動かす意味の方ですね。ああ、はい。マイコン系じゃなく。で、そうですね、32ビットのマイコンっていう方はもうあんまり活動大きくなくて、あとは、うん、まあ、HPC とかサーバーとか、だから、なんか Apple の製品みたいなのとか、サーバーみたいなのとか、HPC みたいなので使うためにどうするかっていうところが、人が、っていうか、活発な感じで。で、ただ、それでも、さっき見せた写真のように、ここら辺のハードウェアのデバッグスとかトレースとか、あんまりハードウェアの半導体化をお客さんがお金出さないけど、半導体としては備わってないとは売れないみたいなところは、人が、リソースが足りなくて苦しんでる感じですね。はい、これどっかの組織が例えばインテルでしたら自分の会社でソフトエンジニア大量に導入してとか、アームだったらリナロでとかってなりますけど、リスクファイブそれ相当のものがないのでなかなか難しいですよね。うん、そうですね。でチャットの方全然見れてないんですけど。いや、チャットは特にあれです。あ、すいません。じゃあ、僕質問した内容を入れときます。あ、ごめんなさい。あ、どうぞ。あ、さっき、ちらっとデビアンの話が見えたんですけれども、最後の方でしたかね。オープンアワーズの。オープンアワーズだと、多分最後の方だと思います。その時に、あ、昔ちょっとアンリーシードで動かしてみたことがあったんですけど、まあ、まだまだテスト版でなんか動かないパッケージとかがあった印象だったんですけど、もうだいぶ完成度上がったとか、そんな話なんですか、ね、いや、そこが一番辛いとこですね、リスク。あ、そうなんですか。はい。ここら辺ですね。あ、それか。はい。あ、はい。あ、これなんか現状がどうなってるとかそういう紹介ではない。いや、現状の紹介ですね。あ、そうです。はい。
シックスアンマチルドレンス。ああ。いや、あの、つらいとこですね。いや、パッケージが多すぎるんで、まあ、そんなすぐには立ち上がらないだろうなと思ってたんですけど。いや、リソース投入しないと動くようにならないんですよ。インテルさんはそういうところ、ね、売上10兆円あるんで、一生懸命やりますけど、ここ、お客さんが、CPU とか半導体買ったお客さんが、コンパイラーだとか、オープンソースのソフトウェアのパッケージを動かす移植コース払うっていう状態だと、半導体売れないので。この話はあれですよね。ARM の時もデビアンだと、そうですね。ARM 系の秋って、デビアンでも3段階ですかね。無印アームから始まって、アーム SF、ソフトウェアフローと、アーム HF、ハードフローと、その後がアーム64でいいのか、うん。結構バリエーションというか、ISA じゃなくて、あれはな、ABI でいいのか、うん。うん、とかが結構変わってって、で、当初はリナロみたいな調整役もなくって、本当に、うん、カスタムできるのが強みだったので、旗振り役がいなかったので、ちょっとカオスになっちゃってた時期はあって、まあ、そういう意味では、リスクファイはもっとひどい、ひどいって言い方あれですけど、なかなか難しいのかなっていうふうには感じますけど、まあ、一方で、やっぱり、さっきも言った通り、SOC、チップを売りたいハード屋さんは、ソフトとセットで売らないといけないところはあるので、まあ、もう少しパワフルな石を作るところが、まあ、結果的にはリーディングしていくことになるのかなっていうふうには考えてますね。うん、それかリスク5がリナルみたいにこう企業から金を徴収して開発者を雇うっていうような組織を作るかですよね。そうですね。さて、いや、まだちょっとそこまでは成熟してないから、あれだと思いますけど。はい。どうしよう。あ、じゃあ最後に質問だけ読んで終わりにしますかね。ちょっと9時半になってきちゃったんで。すいません。128bitISA の需要、128bitISA。はい、というべきか、いわゆるプロセッサーそのものになるんでしょうかね。ああ、64ビットプロセッサーの32ビット、64ビットに続いて128ビットの、はいはい、128。そうですね、はい。あるんですけど、しばらくは使われないですよね。なんていうか、あと製品とか、そういう意味で。そうですね。なんか、うん、回路規模が。今の64ビット CP も別に64ビットライン引いてるわけじゃ確かなかったはずなんで、何本か削ってあるはず。この XDEN の120ってレジスター長が、汎用レジスターの大きさが、32ビットか64か。で、128は2018年にサイファイブのあの人、なんだっけ。CTO のあの人、なんだっけ。ヤンさんだ。はい。だったっけ、発音がもうだんだん分かんなくなってきて。この人は、実際には32ビットマイコンで、64ビットが、Linux とか Unix 系の汎用 OS で、で、で128ビットは、まあ、そういう、仕様を作る上では全然も難しくないから作りましたっていう感じだったですね。あ、そうなんですね。なんかとりあえず表現力は広がったけども、あ、汎用レジスタの文脈でこの、素人の意見申し上げさせていただくと、表現力広い方がいいよねっていう、すごくこう稚拙な発想で物申してしまった次第なんですよね。なんかちょっとそろそろ来てもいいんじゃないかなってつい。ただ128ビットレジスター必要なのってなると、
バイナリーサイズだとか、CPU の台の方だとか、いろいろあって、今だちょっと厳しいですね。うん、なるほど。なんか128ビットプロセッサー行くんだったら、単純にレジスターの数が増えてくれた方が嬉しいよ。やはりそうなんですね、皆さんの。長さ伸ばすより数増えてほしい。はいはい、あ、やっぱりそういうことなんだ。あと128ビットで、インと C でプログラムするとき、インとの128ビットをインとの標準にすると、ビルドをこけるのいっぱいあるだろうですし。いや、でしょうね。はい、はい、はい、はい。はい。まあ、なんかそういうのはちょっと思いを馳せると面白い。面白いんですけど、まだ、はい。まだそれが一般的になるかどうかっていうと、ちょっと難しいですね。でもまあ、ないよりはあるんでいいんじゃないでしょうかっていう。あと、時々、ね、128ビット で QM とか、なんかスパイクとか作ってみて、なんかやってみるっていうのもできるんで、はい。あれ、面白い。そういう時、やれる。やってみて、32と64とその他で、互換性とかチェックにもなるし、まあ、いろいろ、うん。まあ、全然メリットがないわけじゃないんで。うんうん、なるほど。いや、はい。あとはもう自分の独自研究で進めていける限りで進めようと思います。みんな、すいません。ありがとうございます。はい。では、今日はこちらで終わりたいと思います。はいはいはい、今、声が。なんかかぶりましたね。誰が喋ったんだ。あ、加藤です。すいません。あ、はいはい、で逆にレジスタ数増やすっていう話は出たりはしないですか？あ、全然出てないですね、私が知ってる限り。レジスタ数増えた方が嬉しいですよね。いやでも、やだよ、レジスタがいろんなバリエーションあるのはちょっと耐えられない。うん、互換性とかの、ABI の互換性とか出てくるのかな。いや、もう壊れまくるから、今更は多分難しいから。何にも嬉しくない。さすが。はい。はいというわけで、はい、本日もやっぱなんか7時スタートだとどうしてもね、なんか9時までだと2時間しかないから、ちょっと微妙に時間足りないとこあるんですよね。でも、まあ、今日こんなに同時参加者数が全然減らないの初めてですね。50まではいかないと思うけど、はい、今日はこう、やっぱ面白い話題が多かったのかなと思います。私が喋り始めるまでコンスタントね9時50ぐらい行ってて50から60行ってたので、いやすごいです、ね、やっぱその辺は発表者さんのフォロワー数も多いし、はい、でじゃあ締めます。でなんだろうな、はい、皆さんコンパスノーカー登録していただいてと思いますが、リスクファイブ勉強会はスラックでも、たまにチャットが動いたりしております。まあ、次回開催日の予定調整とか、結構いろんな方々がリスクファイブの技術ネタを、URL でペタッと貼ったりとか、あれ、このドラフトっていつの間に出てたんだっけみたいな会話を、スラック上でやっていたりしますので、ぜひ、関心ある方は合わせてスラックにも参加いただければと思います。参加方法は、コンパスのトップページのところにインバイトリンクありますのでご利用ください。はい、ではこれで終わりたいと思います。じゃあレコーディングを止めてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は。